別に18切符シーズンでもないのに、東京から白昼堂々普通列車を渡り歩き、現在、人生初四国を堪能しております。言うなれば初めてしこってます。で、せっかく四国を訪れるからには、あまねくとことん駆け回りたかったので、前泊した高松のホテルを飛び出すが早いか、徳島県南部の阿波海南駅にぶっ飛びまして、はるばる DMV に乗らんと、心ぼっきぼっきワックワックうんに状態でした。ただ、DMV が車両故障を叩き出したようで、バスで関能来駅には行けたのですが、いつ復旧するかはちょっとわからなかったのと、定刻通りに運転される保証もないと考え、関能来駅から善意とコンクリートで舗装された道路をたどり、阿波海南駅から地獄旅を始めることにしました。ってわけで今回は阿波海南駅がスタート地点です。んで早速ですが、皆さんは海って知ってますか？そうですよね。聞いたことすらないですよね。しかし、四国4県には海に接している海岸線っていうものが、なんか3500キロくらいあるらしいです。じゃあその海岸線とやらを追わないわけにはいきません。ってわけで今回の旅行は、なるべく四国の海岸線ギリギリを伝って一周するって内容です。前置きで乗ってもない DMV の道路を映したのは、冠水はもう不可能だけど、前所はしたってことを示すためです。クレームバーグなら行ってみろよ。ラドバレトル観光客スワブフッチョのない。まあクレームのことだけ考えてても、息が詰まるだけなので、早いとこ乗っちゃいましょう。ってわけで一発目に乗り込む車両は、牟岐線の徳島駅。1200型なるやつですね。線型をちょろっといじった結果生まれた形式。線型ってのは、中途半端なスペックの国鉄型機動車を気持ち程度にぶっ潰しつつも、電車並みの加速性能と、そこそこの粘着性能を売りにして、勾配まみれの四国各線が売り尽くしている喧嘩を買うべく送り出された車両です。これから乗る牟岐線にだって、南側に 25% の勾配が集中しています。そんなハイスペ車両も、すでにリニューアルを一度終え、車齢も等に30年を超えているのですが、首都圏のように、車両をちり紙感覚で使う気はさらさらないようで、近年、エンジンの交換や、方向膜のフルカラー LED 化など、2度目のリニューアルを経てきた車両も現れたとか、古い車両に、社畜精神を強いる雰囲気は、それ相応に、お隣の JR 西日本の影響を受けてますね。キハ40を、容赦なくお堕物にしている点を除けば。14時8分、阿波海南駅を出発、終点の徳島までは、約2時間の道のりです。さて、この駅は一応は牟岐線の端っこってことになってますが、阿波海南駅が牟岐線の終着駅になったのはほんの3年前のことで、それまではもちっと先の海部駅が牟岐線の終点で、海部から関の浦は朝海岸鉄道の持ち物でした。なぜ阿波海南以南までもが DMV を吹かす朝海岸鉄道の持ち物になったかと言いますと、そもそもこの周辺が昭和後期からの敷設ゆえ、基本的に高規格すぎて道路と接続しておらず、大体の線路は今動画に盛り付けた画像みたいに高規格でした。海部駅も例外ではなく高架駅で、DMV は鉄道とバスを切り替えて走るので、どっかで道路と線路との接点が必要になります。それを高架の海部駅でやるのは難しいので、地上で接続している一つ徳島寄りの駅、阿波海南駅に任せることにしたのです。それを機に阿波海南から海部も朝海岸鉄道に明け渡された感じです。諸君、ハイスペックを求めすぎるとこんな具合にどっかしか煩雑になるから、そこそこのところで甘んじておくのが一番賢いやり口なのだよ。20万もする PC に買い替えたお前が言うな。そうですね。ところでさっきの画像の橋桁、朝東線という意味深な字がくくりつけられてますが、このワードこそ牟岐線を語る上では欠かせないものです。ってわけでざっくりがっぽり語りましょう。徳島をほぼ縦断するこの牟岐線、計画の第一人者は1900年の阿陽鉄道です。こいつが何ぞと言いますと、徳島からおおむね20キロ突き進み、田野浦の辺りを目指したもの。なぜって言われたら金のためです。そもそも1900年前後は鉄道の勃興ブーム、金に糸目をつけない BMI 太っ腹な富豪どもが数々の事業に資産を投げ打った時代です。しかし金のためなら蘇生乱造というのは昔から変わることはありません。今だったらゆっくり解説とかずんだもんとかの外注がその勝者になってますが、とにかくその阿陽鉄道、川残尿だけが立派でしたが、施設の道筋はクソデボのカスで、その内容は稚拙を極めたんですが、他にも輪をかけてめんどくさいことがあって、それが現在でいう徳島線を敷設してきた徳島鉄道との関係性。阿陽鉄道ね、徳島鉄道が将来この路線を敷設するなら合併に応じるっての大書きを垂れていたんですが、あろうことかメンバーのほとんどが徳島鉄道の役員だったんです。社長もいるよ。何これ、フリータム副業だから、事実上は徳島鉄道の手のひらの上の芝居劇でして、徳島鉄道が徳島以南の敷設に乗り気になると、かませ犬だった阿陽鉄道の出る幕はないので、徳島鉄道がその区間を敷くことに決めました。ただし所詮は決めただけ。一応は敷設免許を得てきたのですが、六すっぽ敷設する気はなく、海陽町の松のようにじっくり待てよと言い続けた結果、そのまま徳島鉄道は鉄道国有法の波に流され、延伸計画は根っこから折れてしまいました。待てば回路の日和ありとは言いますが、コンパスも舵も地図もなくして、何が回路の日和じゃと言わんばかりです。とにかくそれから下ること10年弱、回路を生業にする別の会社が鉄路も生業にしようと考え始めました。その名も阿波の国共同汽船。こっちの原動力はお金じゃなくて収運です。
というのも、徳島から約10キロ離れた小松島港は、まさしく天然の良港でした。おまけに、水深も深く本州からも近いので、港湾ガチャだったら、マス SSR 級でした。でも、交通の便が絶望的な上、いくら天然の良港といえど、人様のお眼鏡にかなう設備はありませんでした。その交通と整備の2点だけなんとかできればいいので、路線計画は徳島から小松島のみ。阿陽鉄道に比べて、随分コンパクトですが、果たして敷設には成功するのでしょうか。って言ってたら、麦駅に到着です。この近辺には麦港という、床節などの貝と合わさって栄える、いわば貝合わせをいたしている漁港が存在するのですが、その港をルーツとする民謡が、麦地域には存在するそうで、何でも、1936年に、その港が竣工した時、全国を練り歩いていた詩人の野口雨情さんを招き、港ができたから何か作れと、ツイッターの絵師に同じこと言ったら炎上しそうな無茶ぶりが、町長から飛んだとか。それで作られた民謡は、町民の間でバズり、巷では、麦大量節と勝手に命名され、命名命定するかのように神格化。あまりに神格化されているので、町内には、歌詞を彫った石碑があちこちに置かれているようです。歌詞の一節を彫った石碑、麦駅前にもそいつはあるんですが、15番まで歌詞があるその民謡のうち、麦駅前の石碑は1番を独占しているようです。町の玄関口なのをいいことに、とことんまで民謡を私物化しております。まあ初見で12番とか読ませる方がやばいか。まあ、敷設過程に話を戻しましょうね。小松島港の潜在能力を高めるべく敷設された阿波の国共同汽船による線路。鉄道院の方もまた阿波の国共同汽船の計画に膝を乗り出してました。てのも徳島県は海を挟んだ京阪神地区との結びつきが強く、本州と四国をつなげられそうな阿波の国共同汽船の鉄路はそれを後押しする点で推薦の的だったのです。そんないい線路を民間企業が敷いてくれるんだから、忙しい鉄道員からしてみれば棚ぼたです。ってわけで、1913年に完成した小松島までの鉄路は、施設後、すぐに国に貸し出され、小松島軽便船なる名前を賜り、4年間借り物として頑張り続けました。ただいつまでも平身低頭ヘコヘコ貸してと、情けなくせがむわけにもいかないので、4年ほど経ったタイミングで、国鉄が買収しに行くことになったようです。とにかく、この線路こそが麦線の始まり。ですがまだ、徳島県の大部分には、鉄路の手の字もなく、金魚鉢のように静まり返っていました。だったら、徳島県の南部にも、酸素を送り込みたくなるもので、阿南電気鉄道なる会社が、徳島市内から阿南を抜けて、新たなまでの路線を計画したのです。ただ、そうは問屋がおろさぬ問題点が、2つほどありました。第1に、徳島寄りの区間の敷設は、阿波の国共同汽船が、もう手中に収めてるって点。北部の敷設区間がダブっている以上、後発組が徳島に線路をバチコンと繋げるなぞ邪道。だから、徳島駅への接続は、阿波の国共同汽船の線路を借りねばなりませんでした。で、接続するには、仰向けて腹を見せる犬のように、ヘッヘッと直通先におもねる必要があります。そのためなら心差しも多少へし折る必要があるようで、阿南電気鉄道は、電化をきっぱり諦めて、阿南鉄道へとその名前を変え、蒸気機関を原動力にするほかなくなりました。徳島県唯一の電化路線の夢は、核も平伏をにじませる空気読みによってついえましたが、能力の低い方や不利な方に意地でも合わせていくのが日本だからね、仕方ないね。ただ、譲歩して強がってみせた阿南鉄道も、所詮は軟弱な一企業、臨職家としてお財布の紐を固くしたせいで、起点、終点の雲行きすら怪しくなっていきました。こいつが、第2の問題点へとつながります。どう問題かっていうと、小松島近辺には、市街地もあるし小さい川もある。さらに、新たのに行くまでの間に、中川なるでかい川が存在する。そんな具合で、起点終点の両方ともに、敷設費を吸い上げる諸悪の根源があったのです。起点の小松島問題については、途中に中電駅を作って、そこから分岐させる案に落ち着いたのですが、新たのまでにそびえるクソデ川についてはどうしようもありません。だから、川の向こうの阿南に行くのすらちきって、その手前の古庄止まりに甘んじることにしたのです。ちなみに古庄ってのは、羽浦から南に行ったところ、最終的に徳島から羽浦近傍を目指すことになるとは、阿陽鉄道の計画を彷彿とさせるものです。だからこそ阿南に行きもしない阿陽鉄道の2番線路が、どの口で阿南鉄道って言ってんのか謎なんですが、1916年の12月頃、なんとか羽浦、古庄までの線路を伸ばすことに成功しました。阿南鉄道の善と多難っぷりは認めますが、まだ麦は遥か彼方で、でも届きません。まだ序章っぽい雰囲気ですがどうなることやら。って言ってたらこちら日笠駅。麦線沿線の地域は、切り立った崖と海の美しさからか、室戸阿南海岸国立公園と呼ばれており、とりわけ、日笠付近の船場海外は、保護地区に認定されるほどの優遇っぷり。なので、国鉄の周遊地に認定され、観光客の数はうなぎ登りだったといいます。ただちょっと酷なのが、その認定は1966年のことだった点。その頃は、新三種の神器だとか三種だとかいうものが幅を利かせた時代。クーラー、カラーテレビ、そしてカーですね。ってわけで、1970年前後からカーが道路を爆走するようになり、認定地効果も虚しく、以降、日笠駅の乗客は激減していきます。
1968年度には70万人近くいた日和佐駅の乗客がほんの4年で2割も減った点からも、麦線から見て車なんてものは油揚げをさらったトンビのように映ってることでしょう。だから麦線と道路地上の関係性は水と油なのだなんて決めつけるのは早計、水商売なんて悪名つけるのは早漏。日和佐を含めた麦線南部は公共交通機関の利用者が極端に少ないです。麦駅と並ぶ麦線内のかつ少ない主要駅たる日和佐駅周辺を映しながら言うのもなんですが、とにかく30年前は1800だった麦線阿南以南の輸送密度が500を割り込んでくるとシャレになりません。だから2019年阿南以南の区間については大減便を食らいました。しかしアリストクラットな減便食らうと利用者の頭がクラッとするので、 JR 四国が辛抱遠慮をめくらせた結果、バスとの後越同州をやったってええやんと判断し、その19年の改正と同時に阿南以南の徳島バスと接続を取るようになりました。当初は新路線を出してくれないかと JR 四国が徳島バスに打診する形だったようですが、ドライバーがいないのに新路線を作れなど、水はないけどパスタを茹でろと言われるがごとし。でも高速バスを路線バスみたいに扱えば投資ほぼゼロで採算取れるし、 JR の課題も解決。そういう理由で大阪から勝ち込んでくる高速バスと麦線との連携が始まったとか言います。最初こそ接続を取るだけで乗り継ぎは別料金だったらしいけど、2022年から JR の乗車券、定期券をそのまま使って高速バスに乗れるようになったらしいよ。因縁付け合うことが多いバスと鉄道もいよいよ自由競争には任せていられなくなったようです。これモデルケースにならないかな。もっとも今出発している危機駅なんかはバスで寄るのが難しいからか、高速バスからは RTA 走者の乗りでスルーされる点で完全な代替にはならないってのも難しいところです。四国山地のヘリを滑るように走る麦線ですが、海を望むことができる時間はわずかです。ってわけで鯛の浜海水浴場を通過。なんか一瞬だけ駅っぽいのも映ってましたね。先ほどの駅は鯛の浜駅といい、夏にだけ人間の来訪を認める臨時駅です。戦後、鯛の浜が徳島県一の海水浴場だと75日に収まらぬ噂を触れ込む道すがら、1960年頃にぽつりと置かれた喫水の臨時駅です。もともとは急行列車も止まるほどの優遇っぷりだったのですが、現在の本数というと、夏に普通列車が2時間おきに3往復来るだけで、駅そのものも観光地化しそうな運行頻度です。いくら秘境といえど、観光地との仲介役の域を出ない、悲しき運命の臨時駅だよ。って言ってたら、雪駅に接近。南町最北端の駅かな。この南町は、賑やかな過疎の街、賑やか層をキャッチフレーズに、企業誘致や若年層の居住を積極的に推進し、活気あふれる街づくりを目指しているとのこと。これで人口が増えたら、賑やか道とでも言っとけばいいので、なんともうまい戦略です。そんな南町に鉄道がやってきたのは、阿南鉄道の竣工から20年以上経ってからのことでした。建設過程に話を戻しましょうかね。あの裏、古庄まで少しだけ伸びた阿南鉄道ですが、県南はその恩恵に預かることもなく孤立してました。まあ焦りなさんなとたしなめられても、切り株の前でウサギを待てと言われるがごとし。だから堪忍袋の方が断線した新田野町の住民はついに会社を立ち上げることを考え始めました。それが阿陽鉄道、新田野町までの敷設を考えたのです。どっかで聞いたことのある社名だし、どっかで聞いたことのある終点です。一方、阿陽鉄道の浮かれっぷりをよそに、国鉄が手を下してやろうという考えも出てきました。それが、四国循環鉄道の後海岸線。名前からその規模感は察せると思います。だったらもう徳島県中部からも六すっぽ脱出できない阿陽鉄道なんかどうでもいいわけで、筑仙富海が見たらうんうんうなずきそうなほど、地元が軒並み後海岸線に没頭するフロー状態に。その意思は政府にも届いたようで、1928年、ついに高知県の御免から古庄の着工が決まったのでした。ただその後、浜口与幸内閣の時代になると逆風がサイクロンのごとく押し寄せてきまして、大戦後のゴタゴタを安定に持っていくべく緊縮財政を図ったのです。ってわけでお財布から銭を吸い上げるような後海岸線計画にはおねんねしてもらいました。その姿勢は浜口氏が東京駅でハートを射抜かれてクラッとしちゃった後の若槻内閣でも変わらず、予算まで決まってしっかり着工されたのは1933年になってからやっとのことでした。第一ウェーブは桑野までの敷設。ちょうど今出発している駅が桑野駅です。ただ昭和時代ともなると鉄道の薄い部分は忘れて甘い部分ばっか噛んでいるもので、徳島中部の町村が内陸寄りを通せたの、海岸沿いを通せたのと2派に分かれて騒ぎ出し、なんなら一部町村が連合まで組むほどのガチ勢で阿波踊り譲りの熱狂っぷりを見せるに至りました。しかし近隣町村を見境なく敵とみなして鉄路を求むその姿勢はあまりにも近視眼的、足して割る2の感性を持っているのは鉄道省くらいなものでした。ってわけでルートを決める鉄道省曰く、ベースは海岸沿いだけど内陸のことも考えたるわと折衷案的なルートを編み出して、口だけは達者な阿南地域におもねって現在のルートになったみたいです。極端に偏っちゃあかんのですよ。やっぱり真ん中が一番波風立ちません。
でも政治的文脈で自信満々に、私は中立ですとかとうとうと語る人はやばいので、そこは気をつけましょう。ところで、羽浦駅につながる線路を持っていた阿南鉄道の件ですが、そいつも、後海岸線が起こった以上、買収の声が、のろしのように立ち上り、もはや、阿南鉄道の肩を持つ者はおらず、誰もが来たるべき買収に刮目していました。阿南鉄道が、どれだけ四面楚歌だったかというと、社長でさえも、差しをポイと投げたほど。だって、富岡自動車やら阿南自動車協会やらと走らせる乗り合い自動車に需要を蝕まれては、誰だって繊維はすっからかんになるし、実際問題ほぼ全部の駅で毎日赤字でした。もはやフィッツジェラルドが描くような悲劇を地で行く阿南鉄道に、買収以外の救いの手などなく、麦線着工と同年の1928年に買収が決まると、ほっと胸をなで下ろすことになります。しかしさっき言った通り、麦線の工事が延期されまして、それで買収計画が一度白紙に戻された結果、国有化は1937年まで待たされる羽目になったとか、伸びてきた救いの手にフェイントをかけられ、ろうそくが溶けるのを待つような思いをさせられるとは、生き地獄という複合語が見えて妙に感じられるものです。なんて言ってたら、あなる阿南に到着です。狭隘な山々の間を走る区間は終わりで、ここ以北は徳島駅から50分圏内の市街地だからか、デイタイムの普通列車が毎時2本、しかもパターンダイヤという優遇っぷり。2019年から導入されたその新ダイヤを祝して、徳島駅では出発式が行われたとか、時刻表の暗記が必須になりがちな地方各線にとっては、その改正は時刻表の見てくれ以上に革新的なのでしょう。でも、テープカットとかまでやる必要あるか？阿南駅を飛び立った麦線の列車は、由緒正しき中川鉄橋を渡ります。1936年に架橋されてから育成層を経たこの橋では、うぶな頃に悲惨な事件が起こりました。それは戦争が終わるほんの半月前、徳島駅からの列車が南下していた時のことです。この列車が鉄橋を渡っていた時、米軍機から空襲を受けまして、客車に喧嘩と爆弾が吹っかけられ、鉄橋の上を逃げ惑う人が機関銃の弾を食らい、トータルで30人以上が命を落としたとされています。その時の機銃掃射の跡は、今も鉄橋に残されているといい、月並みな感想にはなりますが、乗るだけでも凄惨さが伝わってくるようです。ところで、猛攻撃を受けた1945年、その列車の行き先は麦でした。だから、1945年までの段階で、麦までの工事は完成していたことになります。ってわけで第1ウェーブの桑野までの建設は1936年、続けて37年に阿波福井まで、それから39年に日和佐まで延伸され、1942年には麦まで完成し、当時麦線と呼ばれた区間はここに全線開業しました。でもよく考えたら、後海岸線って言ってるくせに、まだ徳島県の縦断しかできてません。だったら一体どの身分で麦線の完成だとのたまってるのかって具合ですが、1942年ってのはちょうど太平洋戦争が地理品に向かい始めた頃だから、この後に及んで四国の鉄道に目を向けてる暇なんてなかったわけですね。ってわけで、麦まで伸びた鉄道の建設は以後しばらく鳴りを潜め、そればかりかいろいろ一段落した後、高知徳島からの要望が高まった戦後においてさえ、進捗は陸亀の歩行くらいの6作計画が再び頭をもたげたのは1959年になって、やっとその頃にもなると、後海岸線の呼び名なんてものは形骸化したのか、鉄道建設公団は後海岸線など贅沢な名だね、お前は今日から朝線だと言い出したのです。意味するところは変わってないあたりに長三越の底力を感じますが、可能な限りゴリゴリ工事を進めて、開府駅までは1973年に完成しました。ただ、1970年代に入ってることからわかるように、すでに国鉄の財政は火の車で、その進捗は、やはりなめくち並みに遅く、国鉄線として開業したのは、この区間のみ。後の部分の経営は、第三セクターに託されることになりました。開府以南は朝海岸鉄道に、朝東線って形で託された感じ。戦前に打ち立てられたその壮大な計画は、このご時世では三セクでの維持すら厳しいようで、高知側、徳島側の両方にある三セクとも、その経営はそれ相応に厳しいようです。明けない夜はないとは言いますが、果たして朝線に朝が来る日はいつなのかしら。少し進んで南小松島駅、駅舎の右側では、かつて建造物だったものに対して、重機が牙を立てています。こいつが何かと言われると、トイレだったものです。南小松島駅のトイレは、最近まで国取り式という、国宝呼ばわり待ったなしの古さだったのですが、2023年度以降、水洗式トイレへの改築が進んでいるようです。技術革新の波をぬらくらと交わした、排泄スペースに向けられるは、汚いものを見るかのような目つきで、古さにエモさを見出し続けても、それは無信頼さんの分体練習なのだよ。ってことで中電駅へ。この駅からは、戦術した阿波の国共同汽船、元井小松島線が伸びていたのですが、営業係数は四国の中でも微力欠で、四国で唯一の第一次特定地方交通線へ。だから地元住民たちは、四国でこいつだけ廃線なのはおかしいと、怒髪冠をついたそう。ちなみに小松島線に先んじて、同じ徳島県のガチヤパラ線は、赤字83線として廃線になってるんですが、そんな過去は気にも留めず、存続団体は右往の州で、小松島線が唯一の廃線となるのに激怒したとか、他人への思いやり偏重主義の現代人でさえ、自分が危なくなると視野が狭まるようです。とか言ってたら、その瀬川を渡り、文化の森駅へ、西側にある文化の森総合公園の整備に伴い、徳島県のわがままで作られた新しめの駅です。
300億円かけて図書館、博物館、美術館をぶち込んだんだから、新駅を求めたくなるのもわかる。そんな文化の森を示す状況は、この無機線車内にも現れており、走行中の運転手さんに話しかける外国人さんから、お互い車内で大声で脅かし合う学生たちまで、文化的で野蛮なジャングルじみた光景が、白昼堂々、この車内で繰り広げられていました。ちょっと運転手さんが気の毒すぎるかも。ご愁傷様です。ちょいっと進んで、阿波富田を出ます。次が終点の徳島駅。近年、この阿波富田と徳島の間に新駅を作るという構想が持ち上がったようです。理由は、建設が進んでいた県立ホールの最寄り駅を作りたかったから。ただ、ホール建設の雲行きが怪しくなると、新駅だとかも言ってられなくなるので、去年9月に事業は一旦ストップし、新駅の協議も立ち消えになりました。ちなみに駅が置かれるとしたら、大体この辺りか、もう少し徳島寄りかなんですが、ただでさえ阿波富田を出てから1分経ってないのに、もう徳島駅到着の案内がされるほど駅間が狭いんで、ここに新駅なんて置いたら、三大都市圏の地下鉄でさえドン引く駅間になるでしょう。ただでさえ駅間が短いのにキツキツに駅を置くなど、あまりにも独りよがりな県立ホール計画です。この独りよがりなホールと駅間距離のことを、私はキツキツーなホールと呼ぶことにします。別に対はありません。なおそれ以降の協議で、ホールはもっと西側の別のところに置かれる見通しになったようです。周りに市役所とか消防署とか裁判所の公的機関が多すぎたからってのもありますが、県民の方からも徳島駅すぐ近くのここに新駅を置くとはいい度胸だなという声もあったので、さっき車窓から見えたガランドーナ用地は車両基地として整備する予定だとか言います。それに乗じて徳島駅を高架化したいという計画もあるとのことで、とても県庁所在地の主要駅とは思えないこの徳島駅が変わる日もそう遠くはないのかもしれません。てわけで徳島駅に到着です。徳島駅では接近メロディーとして阿波よし子のなる阿波踊りのお囃子が流れており、その愉快さたるや大逸でじめっとした地平ホームの雰囲気をうやむやにするおキャンサーを思わせます。ところで徳島駅には今年度からタクトダイヤってのが導入されており、列車が徳島駅めがけて一堂に会し、各線との乗り換え時間を確保した後、乗り換えを待った各車両が各路線へ散っていく分かりやすさと接続を組み込んだダイヤが導入されてます。その理論で言ったら、降りた後速やかに高松行きの普通列車に乗ってもよかったんですが、ここに来て USB 充電器をなくすという失態をかましたので、ボンクラ野郎の汚名をパッチワークのように取り繕うべく、30分をも贅沢に使って買い物に駆け出しておりました。全く電子中毒になると困ります。続けて乗りますのは、高徳線の特急うすしお。特急つぶしお高松から徳島を駆け抜ける列車には、もともと急行阿波が存在したのですが、瀬戸大橋線の開業で持ちきりになると、いよいよ急行も減ったくれもなくなるので、急行の座から潮らしく退いて特急になり、ついでに岡山行きの列車も少し設定された。まさに、四国と本州を結ぶ花形列車です。そんな渦潮に充当されるこの車両は、なお2700系といい、日本の伝統衣装をアレンジするネオジャポニスムという理念に基づいたデザインがされています。余談ですがこれ、フランス語由来のジャポニスムですね。後ろがイスムで終わるので、男性名詞。でもどういうわけか、JR の各ページでさえ、後ろが ISM か ISME かで表記揺れがあります。そこ違うだけで、トラファルガーの海鮮レベルの圧力ありそうだけど大丈夫？なおインテリアは、確かに日本の衣装を感じるんですが、なんかどっかで見たな、感を漂わせる作りとなっています。この際無知猛舞なら猛満体、心の底から湧き上がるデジャブに蓋して16時45分徳島を出発。そういえば徳島駅近辺には16世紀の手前までおびただしい数の寺があったようで、この地域は寺島と呼ばれていました。今も駅の住所に寺島が含まれています。ところがその後蜂須賀氏が入国してくると、そのお寺たちは西側へひょいひょい移築され、ショート動画をスワイプするとき並みに手際よく家臣の屋敷をポンポン置き始めたといいます。アグレッシブな寝取られか。とにかく徳島が城下町として隆盛を極める一里塚はここに打ち立てられ、以降交通の要衝としてその存在感を誇示してきました。ですが発展の代償でしょうか、終戦直後は駅前広場に70軒もの闇市がひしめくようになり、最初は致し方ないとはいえ次第に足かせになってきました。結局闇市を一人残らず駆逐してやれたのは1952年になってやっとのことでした。長いものに巻かれて甘んじて、うまい汁を吸わんと居座るその姿勢、これが窮地に立たされた人間の姿なら、性善説はいよいよ信用なりません。でも、性悪説を信用する気もないです。人間は成長するにつれて、無知ゆえの罪から悪意に満ちた罪へと行動が移り変わって、己の腹黒さと霊利狡猾さを研ぎ澄ませていく、そういう生き物なんじゃないんですか。善人はそれを、世渡り上手と呼ぶ。ほどなくして、吉野川を渡ります。四国三郎という二つ名が与えられたのをいいことに、徳島をことごとく沈めてきた、この吉野川。
ですがその昔、この川はベック川といい、本当の吉野川はもちっときた、旧吉野川の部分に該当しました。その時は、ベック川なんて吉野川の縮れ毛太郎と、アウト・オブ・眼中の扱いを受けていたのですが、江戸時代に行われた周運の改作工事で、旧吉野川の水量がゴリゴリ減って、それと引き換えに、さっき渡ったベック川の水量が跳ね上がるように爆増しました。ところが、傾向ならぬ牛語となってたベック川は、それまでろくろく見向きもされなかった川。大した対策も取られてこなかったどころか、改作工事を終えた頃には、時すでに遅しって感じで、ベック川は一転、飯を食うでごわす、とでも言うかのように、徳島平野に平然と範囲攻撃を繰り出す、暴れ川へと豹変しました。洪水ピックアップガチャが毎年行われるようになったベック川には、江戸時代の人間も手が出せず、ベック川沿いに大規模な堤防が竣工するのは、昭和初期に入ってからでした。ネグレクトを受け続けるとグレル点は、人間と通底しているところを感じさせるものです。とか言ってたら、池の谷駅に到着です。バリアフリーも減ったくれもないレトロな装いですが、一応は鳴門線との乗り換え駅です。で、鳴門線ホームの手前に、知らないぞと灯籠っぽい何かが置かれていますね。これは段四郎大明神とかいうものの祠らしく、この辺りに駅を作ったら、段四郎なる母子的存在のタヌキの家がなくなって、人にあれこれたたりを起こすようになったので、そのタヌキを祀るべく作られた祠とのこと。ほとんど不幸の責任転嫁ですが、そこは20世紀初期の限界でしょうか。もし土地をしっちゃかめっちゃかにしたことで、神や妖怪の怒りに触れた言説がまかり通るなら、ガイア辺りの怒りに触れて、人類が地球もろともそろそろ滅びてくれてもおかしくないのですが、とにかく池の谷駅を出発します。そういえば、今回使ってる切符の説明をしてませんでしたね。こいつはなお、バースデー切符といい、誕生月の連続3日間、JR 四国プラスアルファの路線が乗り放題になる切符です。指定席、グリーン車乗り放題プランでさえ1万5000円と、鬼のように安いので、利便性で言ったら18切符をはるかに上回る、12ヶ月に1回のチャンスを逃すなかれ。ちなみにこの切符、使うには実名と誕生月を記入する必要があります。だからこの切符次第では、私みたいな匿名チャンネルを漏れなく封鎖に追い込むことができます。顔すら出せないのに、本名なんて出せるわけないだろ。あっても、私の本名は柚木ゆかりなので、問題ありませんでした。行ったのー伊丹駅を出発。別の渦潮とハイタッチ。かつては、万歳駅と名乗るおめでたい駅でしたが、昭和時代の町村合併に伴い、伊丹駅と名乗るようになったといいます。この伊丹駅を過ぎると、列車は香川県に向けて、前導するように讃岐山脈を抜けていきます。この讃岐山脈に挑む普通列車は極めて少なく、昼間は5時間くらい運行間隔が開くこともあります。しかし特急は安定して、毎時1本のペースで殴り込んできます。1日に讃岐山脈を越える特急の数は上下計33本。あの JR 北海道の特急北斗でさえ22本なので、機動車特急としては、図抜けて高頻度です。まあ、渦潮の両数は、ほぼ2から3両と小柄なので、雰囲気で言ったら、アリの行進みたいですが、しかし通る場所自体はガチムチで、これより大阪峠という、旧春で由緒ある峠に立ち向かいます。どのくらい由緒があるかというと、源氏と平氏が、壇の浦で争う一月前、高松で起こった矢島の戦いにおいて、源氏が陸から奇襲をかけに行くとき、この大阪峠をはるばる越えて、戦場に向かったという、勝利への執念を感じさせる逸話が残っています。執念は、何も平安時代の最末期だけじゃなく、高徳線を敷設するときにも渦巻きました。高徳線の歴史にさらっと触れておくと、これは、阿山海岸線鉄道という名のもとに、1925年に高松から志度が、28年には讃岐津田までが開業した、政府禁制の路線。南部は、吉野川の架橋を除けば、阿波電気軌道とかの施設が、大方敷いていたので、あとは県境の線路さえ決めちゃえば、ほぼ勝ち確でした。ところがこのタイミングで、線路誘致のいざこざが生じまして、というのも最初の計画では、途中までは鳴門線の線路を使って、そこから海岸沿いを伝う形を取る、って予定でした。しかし伊丹の付近に住んでいた住民からしてみれば、まあたまったもんじゃないぞと。だから、大阪峠を通れという名目で、植生会を企て、意地でも伊丹の近辺を通そうとしたのです。本当は自分が一番可愛いくせに、植生会という名ばかりのごますりをやってるのが姑息です。さて、それを聞きつけた海岸線界隈はどうでしょう。まあ黙ってるわけないです。っていうんで、鳴門線界隈からは、北灘経由規制同盟会が編み出されました。かくして醜い顔して出揃った2団体は、まるで築地市場の閉業と営業を言い争うかのように、高徳線をこっちに、いやいやこっちにと、袖を引っ張り合うかのように張り合いました。さて、高徳線の鍵を握る鉄道将軍は、両側から袖を引っ張られている以上、身動きが取れません。だから線路を決められない以上、敷設工事をストップするほかなくなりました。言い争ってるうちに本筋を見失うの、なんかレスバトルみたいだね。とにかく、誘致で工事が遅れるのはよせと、徳島氏が間に割って入ってもみたのですが、うるさいぞと突っぱねられて、何も得られず、進捗はゼロに終わりました。ここまで来たら沈下なんてのは、火の外にいる人にしかできません。だから板の地域の住民が仲立ちして、もう鉄道省に任せようやと言い出したのです。その結果で生まれたのが、板野を経由して大阪峠を抜けるこのルートとのこと。途中、例によって浜口内閣時代の緊縮財政とかで、一旦工事はストップしたんですが、10個以上のトンネルを貫いて、1935年に全線開業を果たしました。
板の界隈が仲裁した結果、板の界隈に有利なように働くあたり、達観しておきゃ有利になるのだよという説教の香りがプンプン漂ってます。所詮同じ穴のムジナだったくせに。東かがわ市の中心部、三本松駅を出発。この三本松近辺では、海苔の養殖がちょろっと行われています。黒海苔の漁法が確立されるまで、1960年から10年近く混迷を極めたのですが、網に重りと浮きをつけて、それを海面に浮かべる形で養殖する、浮き流し式なる方法が確立すると、魚が取れない冬でもお構いなく養殖できることから、その取扱額は、鮮魚類を軽々と超えたとか言います。こんな感じで、それ相応の由緒があるのですが、道市内の引田周辺には、日本初のハマチ養殖に成功したという、クソ強いエピソードがあるので、三本松の10年難儀した海苔養殖のエピソードは、かなりなかったことにされています。いくら美しいサクセスストーリーだろうが、日本初とかのセンセーショナルな就職後の方が、聞き手の目がくらむようです。そういう風潮があるから、釣りサムネとかがバッコするんだよな。あっすでに企画倒れしてるお前が言うな。そうですね。サニョキ市に突撃して、ただいまサニョキ津田駅近辺を爆走しております。この辺りには、津田の松原という4000本の黒松が植えられた景勝地が存在し、向かいに広がる砂浜と合わせて、日本の渚100選にも認定されています。粒揃いの絶景スポットが並ぶ瀬戸内海国立公園の中でもひときわ存在感を放っております。しかし7割くらいの特急は最寄り駅たる讃岐津田駅を鹿としていくので、ネームバリューにうぬぼれるのも大概にしなさいなと特急が通りがけにたしなめていく構図に見えます。固有名詞を与えられてる特急がそんなこと口走っても何の説得力もないけど、田園に新しい都市生活文化を創造する街なるコンセプトのもと作られた住宅団地オレンジタウンの駅を颯爽と通過。朝晩に止まる特急も多少はあります。この団地は20世紀の終わり際に新駅も含めて鳴り物入りで開発された団地なのですが、最初の2年で売れたのは30個のみ。ビーバーの群れみたいな規模感だね。それから25年ほど経った今でも約700個中300個もない程度の売り上げにとどまっています。まあこの爆死は仕方のないことで、当時はバブル崩壊で新事業が死死類類だったのと、県が都市計画を改正して郊外をぬるっと住宅開発できるようにしちゃったのです。だったら需要は高松とかに流れるわけで、なので JR 四国の落ち度ってよりかは最初から負け戦ってところが強かったと思います。そんな讃岐市の歯みを尻目に、これから高松市に突撃したいところですが、無理しない範囲で災害州を回り込むためならここで乗り捨てるのもやぶさかではありません。ってわけで市道で下車です。ところでこの2700系仮面ライダーを想起させるビジュアルですが、各カラーには四国らしさが吹き込まれてます。ディープレッドは徳島の阿波踊り、高知のよさこいの情熱、ひときわ目を引くグリーンは香川のオリーブをモチーフにしたものだとか、なんか一点忘れ去られてる気がしますが、 JR 四国は気にも留めていません。あるいはテスティンガーよろしく認知的不協和を出しにしてる可能性もあります。ところでシドはエレキテルの発明によってそれが何の役に立つんだと煽られたことで有名な平賀源内の生誕地、それを町おこしに使うべくシド駅構内は江戸テイストになっています。その活気と歴史は認めますが、あまりに静かでゴーストタウンじみているのが恐怖です。でこのシドから一旦 JR 四国の手を離れます。次に乗るのは高松琴平電気鉄道のシド線、琴電ってやつですね。昭和時代の前半に建てられた駅舎がすでに物語る通り打って変わってレトロな路線となっています。しかし入り口には律儀にも IC カードリーダーが据えられており、一気に現代に引き戻されます。でも車両はとても古いです。新旧の交互浴みたいだね。ロマネスク建築みたいな全面デザインのこいつは名前を600型と言います。もともとは名古屋市営地下鉄の東山線で100型の中間車700型として活躍してました。それから先頭車化改造されて東山線を走り続け、2000年頃に琴電に譲渡って来歴です。2回も姿形が変わってきたベテランですので、車齢はとっくに50歳を超えてますが、琴電に首輪をつけられている車両どもは大概昭和中期の清掃なので特段古くはないです。むしろ導入直後に高松琴平電鉄の内部が紛糾する事態に陥ったので、多少なりとも同調すべし、きっかり24分間隔で打ち出される列車に乗って17時58分琴電市戸駅を出発。ここから終点の河原町駅まではだいたい40分くらいかかります。じゃあ市戸線の歴史でも語っていきまんこ。国鉄高徳線は大正時代の着工でしたが、琴電の市戸線は明治時代にまで遡ります。その行使は1906年、讃岐電気鉄道の名のもとに、琴平から丸亀、高松、市道をぐりぐり結ぶ路線案が計画されたのです。その心意気やよしって具合だったのですが、この路線案はピシャリと一周されました。問題となったのは高松伊勢の部分。この区間は讃岐線、今でいう予算線、土産線と被ってる部分があったので、毒を食らったなら、皿まで舐めて果てろと、全区間の敷設を足げにされたのです。そこでふと考えました。唯一独尊の讃岐線と被らぬ高松伊東ならいい。
だから高松から首都に短縮し、高松電気軌道の名のもと毒牙にかからぬことを祈って再申請しました。そしたらぬるっと許可が下りたので、とっとと敷設に当たることにしました。鉄道敷設というのは、フォード化された犬のマーキングみたいなもので、縄張り意識がついて回るものです。かくして国鉄の縄張りを避けた高松電気軌道ですが、ここで全く同じ名前の会社があることに気づきます。だからその会社に吠えられる前に倒産電気軌道に名称を変えたと言います。なんかすぐ倒産しそうな会社名ですが、敷設までは名前に反して順風満帆パンパンで、電力事業を同時並行でやるという離れ技もできそうだったし、それなのに株式は一瞬で集まったし、ちょうど軽便鉄道法が出されて全体的に縛りが緩くなったので、会社設立からわずか1年半後の1911年11月、首都から今橋の開業にこぎつけたといいます。かなり高松に近いところまで開業させたこともあって、競合する乗り合い馬車をぶっ潰し、栗林公園の北側を回ってから高松駅に向かう線路の工事も進んだのですが、会社の設立から2ヶ月後に社員が人間不信になるような事件が起こったのです。というのも、会計事務を任されていた取締役の一人が変死する事件が起こりまして、それで専務取締役がやったんだろと会社の中鎮がわけもなく投獄されたのです。そうして会社を回した存在を一気に2人失い、テムダのシーンなどの商品の質レベルになった信頼は、付け焼き場の役員交代では繕えず、1916年に四国水力電気に合併されました。せっかく沿線開発と称して、草崎のあたりは海水浴場まで整えたのに、自業自得です。てわけで現在走っている原から草崎の区間からは、美しい瀬戸湾並びに瀬戸内海が一望できます。曇っていても海は変わらず美しいですね。っていえ、そんな首都近傍の海岸は、天の玉取り伝説で有名です。女性ものの官能小説みたいなタイトルですが、その実態は全然違います。その流れとしては、藤原の鎌足の娘が父親を弔うべく、兄の藤原の夫人に宝物を届けようとしていたところ、首都で竜神に宝物のうちの一つ、綿香腐敗の玉を奪われてしまったのです。そこで夫人は身分を隠して天と結婚。しばらくして天に玉の奪回を頼んだのです。結果、天の獅子は食い荒らされたようですが、玉は帰ってきたと言います。それで、首都にはこういう伝説のほか、その逸話を元にした墓もあるとか。女性ものじゃなくて、だるま系ヨナものの官能小説でした。近年、日本人の性癖はどうかしてると、海外からたびたび Pの目を向けられますけど、R18G を娯楽として消費するヤバ性癖文化は、はるか昔から日本人に根付いてるからね、仕方ないね。そんなヤバ性癖の運で、ほぼ全裸で戯れたり、液体を散らしたりできる施設を合法的に作った倒産電気軌道、高松築港までの延伸は、四国水力電気への合併後、速やかに行われました。当時は路面電車での連絡でしたが、国鉄高松駅の目と鼻の先まで開通させたメリットは大きく、乗客も収入も一気に2割くらいアップしたといいます。そんな四国水力電気では、たびたび運賃改正がされており、ひときわ目を引くのが1919年の改正。高松周辺は短距離需要が多いからなと運賃区分を細かくしたのですが、その時に初乗り運賃が1銭と定められました。雑に現代風に言い換えれば初乗り20円といったところでしょうか。ちなみにタクシーの初乗りは60銭。リスカも裸足で逃げ出すほどの出血大サービスで1銭を隠してます。1銭抜けに、あまりに出血しすぎて骨髄が追いつかなくなったか、1年しないうちに初乗りは2銭になったけど、ちなみに高徳線が開業した時もなるべく客をつなぎ止めるべく、高徳線と同一運賃にしようと通学定期券の割引率を高めた形跡があるようです。しっかりデフレに寄与してて偉いね。高徳線といえば、1925年に高徳線が一部開業して国鉄の指導駅が誕生したのですが、四国水力電気の指導駅からは結構離れていて不便でした。しかし俺は先輩だからどかんぞという島村並みのステレオタイプを貫いても甲斐がない。だから1931年に指導駅を東に50メートル移転し、ついでに駅名を指導駅前にした点で、国鉄へのごますりを欠かさずへこへこ手はずを整えたといいます。今でも国道と信号があるけど歩けないことはないくらいの距離感で仲良くやってます。そうして客も国鉄も大事だとか言って保身に走り切った四国水力電気ですが、よりによって電力会社だったことが己の身は滅ぼす一因となったのです。というのも、日中戦争を経てきて国内海外情勢が一気に戦争ムードになった以上、国防のためなら電力でも何でも国が一元管理をしておきたかったのです。同じこと鉄道国有法でもされてたよね。電力の場合は1938年の電力国策要綱日本発送電株式会社法の2点。これのせいで四国水力電気は持っていた水力火力発電所を日本発送電会社にかつ分けされたばかりか、配電統制令なる別の法令まで公布され、送電線とかの電気施設まで丸ごと奪われたのです。かくして一気に無一文ギリギリの姉くめいね寸前まで追いやられた四国水力電気、社名の跡形もなく水力も電気も奪われ、ついに鉄道とガスしか拠り所がなくなったわけですが、ガスの縛りも交通の縛りも同時に超シビアになった以上、この2つは水と油でした。だったら分離しちゃえばよいってことで、鉄道部門はさぬき電鉄として再出発したのです。こうして生まれたさぬき電鉄ですが、その一生は波平の毛根くらい短く、その時すでに陸運統制令が施行されており、あちこちで交通事業の統合が行われたのです。
さぬき電鉄も当然それにもみくちゃにされ、爆速で己の存在価値を否定せられ、死に至る病にその身を焼かれ、わずか1年で高松琴平電気鉄道に合併されたのです。生殺与奪は移ろうままに。それは戦争の采配も同じことで、ここから戦争が負けモードに入る時代に突入しますが、一旦現在地の解説でもしていきましょう。列車は古高松に向けて進んでおります。古とつくんだから本当の高松はここにあったんだろうと月並みな質問が飛んできそうな地名です。まあ実際ここが高松だったらしいけど、一応高い松があったからとかいう嘘みたいにつまんない説もあるのですが、中国朝鮮半島から渡ってきた方々が定住した場所に高が名付けられるのが定石で、なおかつ漢民族は松を素晴らしい木だと崇めていたし、東生まれの宋鑑真創建の屋島地とか朝鮮式山城の屋島城も近くにあるじゃんと、大陸から流入した人がここに来たから高松だというそれっぽそうな説もなんとなくあります。実際高松の地名の存在は遅くとも平安時代から明かされていたのですが、豊臣秀吉の側近だった生駒近政が1587年くらいにこの讃岐にやってくると、俺が城を建てた場所を高松とするなどとのたまい平然とした面持ちで旧地名の破壊を始めたので、1588年には高松の座は城下町に移り、かつての高松は古高松と名乗るようになったらしいです。香川県の県庁所在地として君臨してるくせに、その正体は黄岩無知の末に生まれた城下町だなんて、まあ松よりもおめでたいやかましてんなと言いたいところでございます。しかし古高松の中でも海岸に近いこの界隈は、人類の英知を結集した干拓によってこそ作られ、讃岐平野を川の字に縦断する3本の川と独特な彩の目状の区画からそれが伺えます。でその整備の第1弾は高徳線周辺の部分で、江戸時代のこと。まず上流の治水工事をした後、下流に土砂が集まって干潟ができるからそこに堤防を作って、で漢字で干拓が進んだとか、これが1637年のことだそうです。なおこの白線以南まで干拓の追手が来るのは1667年のこと。そこ以北春日川駅至近のゴルフ場にあたる部分の干拓は明治時代まで待つことになります。それはそうと、明治時代の首都線以北の干拓は塩田を作るという形で行われたはずなんですが、令和の時代になって箇所分時間を喜んで減らす初老軍団の憩いの場に化けているとは、明治時代の役人も思っても見なかったことだし、別に思いたくもなかったことでしょう。そういう際どく悪どい部分を走る首都線ですが、下手したら首都線を名乗るに値しない路線になっていたっていう可能性すらもありました。というのも太平洋戦争を経て鉄分が足りんということになったので、首都線のうち役里から首都が不要不急線の扱いを受け、線路を剥がされてしまいました。せめてもの腹いせなのか、剥がした線路は自社線の長尾線の回帰工事に一旦転用したようですが、長尾線をサンドバッグにしたところで首都に行かぬ首都線には何の見返りもございません。そうこうしているうちに高松市が戦災に見舞われ、路面電車が軒並み満身創痍になると、線路復旧させたいっちゃさせたいがというトートロジーも高松に虚しく響くのに、ただそれは住民の方が一層強く思っていることでした。だからその要望に押されて休止を決めた1945年からわずか2年半、役里から首都の復旧を決定したのです。住民が送る追い風は非常に強く、戦後ゆえに資材が手に入りづらい問題もなんのその。1949年1月から始めた6キロ弱の復旧工事はたった9ヶ月で終わりました。たった9ヶ月で終わってみんなハッピーなら別にいいんですが、あまりに地域住民からの復旧の圧が強かったので、会社はあらゆる野望を潰さざるを得ませんでした。会社としては波打ち際を通ったりカーブが急だったりと、とかく危険な状態になりやすい房崎近辺の線路や国鉄駅からなおも中途半端に離れている首都駅の位置を変えたりしたかったのですが、地元住民が復旧復旧復旧と餌をせがむ鳥のひなよろしくピーピー泣いてた以上、琴電は自分の欲望をぐっとこらえてひたすら復旧作業に奔走することになりました。こんな具合で目先しか見えない我々人類に他人の気持ちを推し量るなど絶対不可能です。だから最大多数の最大幸福の実現なんて所詮は幻想なのです。家電飲水の姿勢はよく煙たがられますけど、最後には保身に走るのが人類なんですから、むしろ目先の利益になんて全く無関心だと言い出す方がおこがましい。敬語の姿勢をありありと見せるのはむしろペテン師のやることであって、真っ当な人間は河原町駅に到着に三路線が集う琴電のトリニティたるこの駅には、河原町フラッグなる巨大な駅ビルがそびえ立ち、会社の心臓を担っております。ただ首都線にとってはありがた迷惑な話でもあって、駅ビル開発の計画上、首都線は他の2路線と引き離される形をとっており、乗り換えるにはワビー石のように取り付けられた動く歩道などを駆使して歩きまくる必要があります。21世紀手前に行われたこの仕打ちには、当初は運輸局も膨れっ面になったようで、年520万もの乗客いるのに人の心ないんかと、首都線分断計画に一旦待ったをかけたようです。だから当初は動く歩道などの設置にもバリアフリーの面から難色を示したのですが、駅ビル建設に伴う鉄道の高架化ができそうで、かつ百貨店出店の調整期限も迫りくる中、イチャモン付けのサドンデスをしている場合ではなくなったので、運輸局が歩み寄る形を取ったそうな。ところでさらっと鉄道の高架化と言いましたが、琴電の2路線は駅ビルの3階部分にその線路を通す予定だったといいます。
それ前提で工事とかが進んだはずなんですが、肝心の高架化事業はなかったことにされてるので、結果なんかよくわからない構造ばかりがこの河原町駅構内には残されています。訓練された無能力は河原のようにガチガチで、とか言ってたら河原町駅を出発してましたが、ここから2駅目指すは高松築港です。さて、河原町駅に駅ビルをこさえたことでんは、当時随一の百貨店だったそごうと手を組んで、ことでんそごうなる会社を立ち上げ、鉄道と百貨店の両輪で会社を進めようとしたのです。しかしそれが終わりの始まりでした。そのことでんそごうが大爆死し、2001年に経営破綻を見ることになります。で、ことでんはそのことでんそごうの財政的な後ろ盾となっていたわけですが、致死量の赤字がなだれ込んできては手も足も出ず、2001年にことでんも事実上は倒産しました。ここに倒産電気軌道のフラグが90年越しに回収されたことになります。かくして民事再生法の適用を済ませたことでん、実は輸送密度はかなりいい部類に入ってます。その当時でさえ輸送密度は6000近いし、運輸局も首都線の利用人数を多いと認めたほど。それにことでんが瀕死になったのはあくまで副業のデパート事業だから、地元からは廃線反対の声がひっきりなしに上がったら、よかったんですけど。あろうことか沿線の琴平、シドなどの町長は、いや別にいらないんだけどってぼやいたり、利用者は鉄道はいる、でも琴電はいらんと言い始め、琴電は鉄道だから琴電はいるという三段論法を先回りして潰す高度な芸まで見せました。なんでみんなこんな冷たかったかというと、サービスが低い割におごり高ぶるという純然たる殿様商売に走っていたからです。そりゃ大正時代の汚い車両を使い倒した挙句、職員サービスも低かったと聞くと、まあそりゃねっていう雰囲気になるのは確かです。確かモンテスキューも言ってましたよね。権力は独占すると乱用に走るみたいなこと。でも金を出さないことには何も回らないので、 CTC の導入や IC カードの導入、新駅の設置など申請ことでには頑張ってもろてって感じで、国県市長の支援を受けた結果、時折黒字も出すレベルにまでなんとか再生を果たしたといいます。首都線だけ露骨に赤字なので雲行きが少し怪しいですが、2002年策定のことでん100計画で目指した四国一の電鉄会社はおそらくすぐそこ、地方私鉄の存続が危ぶまれる昨今でもことでんにはぜひ頑張ってもらいたい。そのためにはみんなでどんどん乗っていくことも必要なんじゃないでしょうか。ってことで、中田市鎮港高松築港駅に到着でございます。かつては路面電車を使って高徳線に近いルートでアクセスしていた高松築港周辺ですが、戦災で高松市が焼けて、それで路面電車もおじゃんになると、むしろ鉄道を高松築港に持っていく契機になるじゃんと、ものすごいポジティブシンキングを働かせ、結果としてこの河原町から高松築港の線路が敷かれるようになったといいます。市街地で用地買収は難儀したけど、地元に甘やかされて完成したということで、それから半世紀後にことでんいらんと言われることを踏まえると、なるほど確かに点と点がつながった感じです。相応の見返りは大事とはいえ、依然として高松築港と高松駅の距離は離れており、少なく見積もっても5分は確保しないと乗り換えは厳しいところです。で、私が乗る予定の特急が出るまであと10分しかありません。私はただ国道30号で159キロ行った先にある松山まで行きたいだけなのに、なんとかして19時1分発の特急に。あれ、もっかい予定表を確認したら18時59分発じゃん。やばい、駅弁買ってる時間もなくなった。どうしよう。はい、間に合った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 、次、特急イシス23号だろうが、出発まであと1分半もないのでとっとと乗ります。乗る車両は左側に止まっているやつで、レトロフューチャーを特徴とした8600系というやつ。第二形態のシャチハタみたいな前面はともかく、電角感を2014年から担うバリッとした特急です。ところでこの車両には空気バネが備わってます。これはカーブの多い四国各線では遠心力で外側に体が引っ張られることが多いから、あえて車体の傾きを強めることで遠心力を相殺しましょうねって考えて導入されたもの。これで物理的な乗り心地は良くなるんですが、カーブが多いとその分体がシェイクされるので、三半規管がスペランカータと土砂物大放出祭が開催されることになります。利点には必ずしも欠点があり、長所の裏返しは短所でもあるものです。人類は常にモロハの剣に脅かされている。ちなみにさっき乗った渦潮とかの特急にも本当は空気バネ構造を付与してやりたくて、実際2600系なる空気バネ構造の特急列車まで作り上げたんです。高徳線で運用する分には別に良かったんですが、土産線で同じことをこいつにやらせようとすると、空気バネに使う空気を持ってこれなくて酸欠を引き起こしそうだったのです。だから後輩の2700系には自然振り子式を与えて、それっぽくごまかしております。年下が甘やかされるのは鉄道の世界でも同じだから、 JR 四国の非電角館は2700系がマジョリティだよ。2600系は2両 ×2 編成しかいないけど、お兄ちゃんなんだから我慢しなさい。そして数周年を経てラストランを迎えても2700系と一緒くたにされてなさい、お兄ちゃんなんだから。とにかく高松を出発、宇和島までの予算線のうち半分程度を駆け抜けます。さて予算線はとにかく長いので、施設は何パートにも分けられます。
パート1は、讃岐鉄道会社なる私鉄からの申し出。琴殿の布施よりもさらに遡って、1886年に、その計画は頭をもたげてきました。というのも、土産線の途中駅、琴平。そこには言わずと知れた琴平宮がありまして、そこの参詣客を無尽蔵に取り込みたい。っていうんで、丸亀、打突、琴平を結ぶ。讃岐鉄道というのが設立されたのが、すべての始まりでした。ちなみに打突駅では、スイッチバック構造を採用してました。丸亀からたった4キロ進んでスイッチバックとかダリーナって思われるかもしれませんが、そもそも産経のゴールデンルートが丸亀か多突の港に上陸してからうんぬんって感じなので、速達性を犠牲にしてでも2つの港に限りなく近づけて需要をかき集める意図なんだろうなと思われます。スエルモンをことごとく吸い上げていくその姿勢はアブラムシみたいで可愛いね。ただこの仕様のせいで後々中途半端にめんどくさいことになるのですが、かくして始まったその工事は人力車や馬車業者のどんちゃん騒ぎに妨げられ、旅館業者だって俺の店を潰す気かなどとウィーウィル6級のごとくドヤドヤと反対したようですが、嵐はスルーという禁言を守り抜き、1889年の春には線路を完成させてしまいました。あとはドイツ製の車両を走らせるだけです。ドイツから車両が来ねえ。それで車両がなくて運行ができなかったので、稼ぎ時の春をぬるっと逃したのです。これにはドイツの車両メーカーもかわいそうと、どの立場で言ってんのかわかんない哀れんの情を垂れ、鉄道局や他の私鉄会社に車両を貸してと受け合ってみるも、まるでうまくいかず、さながらワルプルギスの夜のようにキリキリ前の5月初頭だったと言います。結局運営のスタートは5月23日。あれだけ大手を振ったのに初動は芳しくなく、リストラもバッチコイという地獄絵図で、ここからどう生き延びていくのか完全に模糊としておりました。どうなることやら。ここまで語って疲れたのでジュースを買いに行きます。車内から自販機が姿を消す特急も多い中、残してくれてるのはありがたい。ってわけで今日の夕飯はこのラインナップの中から選びます。選んできたので後で栄養を摂取することにします。ただ今飲むと2つ先の停車駅宇多津での乗り換えの時に厄介になりそうなので、今は開けずに19時17分に乗り換えた先の潮風で開けることに。え、待って、ちょっとこれ発見間違えちゃった。宇多津乗り換えじゃないわこれ。石槌が宇多津に着く19時17分時点では潮風はもう宇多津を出発してるけど、後から追いかけて打突で連結するから結局乗り換えられると。自分で切符をせびっておいてなんですけど、変な切符の求め方しやがって。一応バースデー切符は特急の普通車自由席も OK ってことになってるんで、宇多津から多突の石槌車内では自由席に乗ってるぞという顔をしておきましょう。さて列車は坂出に到着。現在は工業地帯で名を馳せるこの地域ですが、工業地帯が立つ前の坂出といったら塩の生産でぶっちぎるような地域でした。太古の昔には土器に入れた海水を煮て塩を取っていたのですから、遺伝子レベルで塩が刻み込まれた縁もゆかりもありまくりな地域なのです。快進撃を続ける塩は香川県を代表する特産品、讃岐三博の一つに数えられるようにもなり、20世紀が始まる頃になると国内の塩のうち3分の1が香川県で生産されるようになりました。かくして日本人の塩分過多に大貢献し、数々の人間を単価送りにしてきたこの塩田も、マジ塩田？塩田が許されるのは小学生までだよねと時代にそぐわなくなり、各地の塩田は1971年にぶっ壊され、製塩の座を工場に明け渡すことになりました。しかし、堺では塩田で隆盛を極めただけに、その土地を全部放置するのは許せんぞと。そこから、現在のコンビナート群が喫立する堺出市へと繋がったという形です。人は、屍の形をした努力の上に立って成長していく。価値を失った塩田の跡地をリバイタライズし、四国の入り口として申し分ない成長を遂げた堺出からは、いじって言うと臭いですが、いさかいでも同時に度胸を感じるところ。ところで、堺出は四国の入り口なので、この堺出から宇多津の区間では、岡山方面の線路と分岐したり合流したりする、宇多津デルタ線が、光に飛び込んできます。潮風南風などの特急列車やマリンライナーが、くんつほぐれつ休活を助するこのデルタからは、本州と四国の物理的な架け橋のみならず、人間の栄とか心とかを近くする架け橋をも想起させます。瀬戸大橋の開業時は、その架け橋にストロー効果と名付けようとする人もいたようですが、少なくとも瀬戸大橋線に関しては、大概機運に終わってるようです。ってわけで、岡山から愛媛県方面の渡り線と並んで、潮風が塔に立った宇多津駅へ。ところで、デルタ線ができる前の宇多津駅は、もっと内陸寄りに位置する出不精ステーションで、駅出て0秒で塩田、安価な区画はスズメの涙ほどという、荒廃地の公爵を垂れるのもおこがましいほど偏僻でした。ところが、瀬戸大橋線をぶっ込むにあたり、宇多津のあたりで四国につなげることを考えた際、手持ち無沙汰な塩田の跡地に宇多津駅を追いやる案が出てきたので、思うがままにそれに従い、駅が少し海岸沿いに移設されたといいます。だから、さっき境出でした塩田跡地の開発秘話を、対岸の火事のごとく聞いていた我々旅人も、塩田の上に立った宇多津まで来てしまえば、いよいよ人事ではなくなるのですよ。でも俺はマリンライナーを使う以上、宇多津は通らないからとか言っても無駄だぞ。マリンライナーは運賃計算上、宇多津駅を通るっていう扱いになってるから。誰のおかげで境出方面に抜けられると思ってんだ。もっと宇多津駅構内のデルタ線を敬え。ってわけで宇多津を出発。指定席の魔法はここで切れるので、車両前方の自由席にお引っ越しして、ここから多突まで耐え忍びまんこ。
って、次の丸亀駅から、讃岐鉄道が黎明期に敷いた鉄道路線に入りますが、この丸亀から高松も、讃岐鉄道が一息ついてから、一気に敷設した区間だったりします。工事に取り掛かったのは、1895年の末、完成は97年の初め頃。前回ドイツのアホンダラ車両メーカーのせいで、完全に割り送ったのを反省してか、延伸に伴う装備は、かなり早い段階で行いました。あと、これまで産経ありきだった路線の性格も、旅客輸送として、盤石なものに変わっていき、各ローカル線が、小便に立つ頻度張りの本数しか出さない、その時代で、車両の多さを活かして、40分間隔のパターンダイヤを構築し、本数は20往復もあったとか言います。今 JR 四国がパターンダイヤに回帰していることを考えると、四国とパターンダイヤの関係性は、言い名付けさながらといった趣を感じます。また、私鉄会社の優等生だった、対岸の山陽鉄道に習ったところも、かなり多く、延伸当初、座席のグレートごとの運賃区分はおぼつかなく、上中下等だの特等並等だの、二転三転してたのですが、もうだるいからか、山陽鉄道に習い、一等二等三等にすっきり整理させたといいます。また、山陽鉄道のグループに、山陽機船商社があったのですが、その会社の本州、四国の連絡便と連携しながら、山陽鉄道との間で、幅広く連絡運輸をしたのです。琴平から明石とかはもちろんのこと、なんなら柳井、岩国にも OK だったようなので、讃岐鉄道と山陽鉄道の仲の良さたるや、相思相愛もいいとこといった具合でしょう。青春にひどいコンプレックスを抱く私の心を、大変よくえぐってくれる鉄道会社でございます。ただ、行為は歪んだ形で表出することが往々にしてあります。だから、営業係数35と優秀だった讃岐鉄道ちゃんも、山陽鉄道の熱意を見て、ムラムラし始め、讃岐鉄道は山陽鉄道の中に入りたくなって、二会社一緒になるべく合体したのです。やがて山陽鉄道の眷属になった讃岐鉄道は、山陽鉄道讃岐線という唯一無二の因縁を刻印せられ、1904年の終わり頃、山陽鉄道への愛で絶頂するに至りました。ちなみに鉄道国有法が制定されるのは、その1年ちょっと後です。そこから何が起こったかはわかりますね。リア充爆発しました。さようなら。ってわけでたどつ、今深淵にひた走って需要を欲しがった讃岐鉄道のせいで、面倒なスイッチバックがぶっ込まれたたどつ駅も、そのまま線路を西に進めようとすると、山に激突するからか、延伸時に移転がされております。そうしてたどつは今みたいに新駅になり、ボロい方の駅は浜たどつ駅なる貨物駅に。ただその貨物駅もさっぱり廃止され、今は JR 四国のたどつ工場の一部になってます。なので、JR 四国のお膝元とでも言わんべきこのたどつで、潮風にぬるっと乗り継ぎタイム。ちなみにさっきまで乗ってきたのは8号車ですが、私は1号車に席を取っているので、なめぷでもして乗り遅れたら、ほんとシャレになりません。ただでさえ予定をややミスっていて、予約したホテルのチェックイン時間に間に合わないってのに、ここでレッドカーペットをカッポするかのように、のんくた歩いて乗り遅れ、挙句さらなる遅延をきたしたら、この駅でレッドカードを突きつけられた気分になってしまいます。でもよく考えたら、並結部分の通り抜けは普通にできるから、こうやってホーム上でメンヘラになってる暇があったら、とっとと乗った方がよかったね。グリーン車は2列1列の座席です。これだけで最高。カーペット敷きの床を彩るディープレッドの座席は、四国の芳醇な自然の恵みに基づいたデザイン。ほうと息が漏れるような、絢爛たる光景が、わずか12席の空間を目いっぱい叩いており、軽快さの中で研ぎ澄まされた重厚さは、21世紀に蘇った、ゴシック様式のごとし。そんなお上品な空間に入っておいてなんですが、私の手元にはファンタがあるので、多分私はいくら年派が言っても、幼年時代を心に飼うような、マセガキからは脱せられないのでしょう。ピーターパン症候群の人間を最前部に乗せた特急は、過去を抱きするかのように、琴平方面の土産線と分かれ、そのまま松山方面に、まともに滑り出していきます。速達特急の場合は、香川県内の停車駅としては、観音寺を残すのみなのですが、毎日懲役8時間以上が課せられている、社畜の皆様をねぎらうためか、観音寺の手前で、たくま、高瀬と止まります。ってことを言いたかったのですが、その2駅に関する動画素材を、ほとんど撮ってませんでした。何のんきにファン頼んどんねん殺すぞ。しかしグズグズしててもしょうがないので、予算線不設物語のパート2と行きましょう。たどつ伊藤が、讃岐鉄道のおかげで、日の目を見たのに対し、たどつより西側の松山方面も、計画だけは負けず劣らず、早い段階からあったのでした。その行使は、1892年の鉄道不設法。たどつから今治を経由して、松山までという、四国北部を丹念に這う計画に始まったのです。この時、土産線と徳島線も、セットで計画は、されたよ。ま、どっちもすぐには全線完成しなかったけど、予算線も、その例に漏れる雰囲気が全くなく、日清戦争がひとしきり終わっても、泣かず飛ばずで音沙汰もなく、静まり方といったら4分33秒のごとし。そんな中、日清戦争で、懐に収めた金を増やすべく、この路線を敷こうとする勢力が現れました。その名を、四国鉄道株式会社といい、讃岐鉄道と、松山の伊予鉄道とを結ぼうとしたのです。かくして、田の津と松山をつなげようとした四国鉄道ですが、根本的で基礎的な思い違いを2つもしていたせいで、早々にして、松山への到達を諦めることになります。まずは土地の広さ。そもそも伊予鉄道松山駅のすぐ北にはお城がそびえているし、余震はそこを避けたとしても、豆腐パックに入った豆腐よろしく道々の市街地が鉄道ルートを制約します。そういう狭苦しさが1点。もう1点は線路幅。
讃岐鉄道は1067ミリのスタンダードな線路幅でしたが、当時の伊予鉄道に関してはそうもいかず、762ミリメートルの軽便鉄道をちょこまか動かしていました。それでは直通もへったくれもございませんので、起点は少し変更する羽目になりました。と、鉄道会社の割には不勉強甚だしく、よくそれで四国の看板背負えるなというほどの、計り知れない度胸に満ちた四国鉄道。そんな修具政治も、日清戦争後の投機熱が冷めると、一気に恐慌が起きて、株主になるはずだった人はみんな手を引き、会社関係者も血の気が引き、引く手あまただったはずの四国鉄道は、1898年に解散と相なりました。そのほてぼりが冷めて以来、誰もそのルートにろくすっぽ食いつこうとしない状況に。そりゃそうです。荒廃地に四国山脈を有し、周運の利便性が高い瀬戸内エリアにおいて、金儲けという後ろ盾すらなくなってるのに、この後に及んで敷設しようとは脳筋そのもの。とにかく、予算線の敷設は10年以上、何の音沙汰もございませんでした。ま、予算線をめぐって、地域ごとのルート争いが激化したってのも、理由にあるそうですが。ただ、香川も愛媛も、早々期に私鉄ができるくらいには、まともな発展をしてきた地域、その主要に地点を結ぶ路線の計画が、ずっとぐずついているものですから、衆議院からも、何しとんねんボケという声が浴びせられるようになりました。その声が上がるのが1911年。具体的な敷設への着手が、その翌年。まずは前哨戦として、田の津から愛媛県の入り口、川之江まで敷きましょうね、ってことになったのです。ってわけで、1913年には、早速この観音寺まで、16年には川之江まで伸びてきました。これまで散々敷設が先送りにされてきた割には、勾配も 10% ミル以下かつ、沿線はほとんど水田で、かつ海岸沿いに市街地が集中していることから、ルート選びも工事も手を焼くことはなかったよう、建設費も立てた予算の4分の3で済んでしまいました。虎穴に入らずんば、虎子を得ずとは言いますが、やっちゃえばぬるっと敷設できちゃうあたり、難関というものは、過大評価というフィルターに幻惑されてこそ成り立つ、砂上の楼閣なのかもしれません。逆もまたしかり、簡単そうに見えるものは、過小評価のもとで生み出されるものです。米を炊くという、一見簡単そうなタスクだって、見くびるなよ。ところで、この多度津から川之江の区間、開通後は讃岐線の一部として扱われました。買収してきた、山陽鉄道讃岐線を延伸しても讃岐線だろという、納得できる論理ではあるものの、日本一小さい県のくせに、何でかい面しとんのやと、愛媛県民はド初冠をつくことを気合い。ってわけで建設上は、もっと細かく分かれています。例えば、さっきまで語ってきた、多度津から川之江の区間は、敷設当時は、多度津線と命名。で、その次のフェーズが、川之江から伊予西条で、それを、西条線と呼んでみたりしました。伊予鉄道が架線をひけらかす松山は、気が遠くなるほど先だけど、やっと、伊予の先っちょ程度の名前がついてくれました。ちなみにこの西条線も、赤子の手をひねるように敷設が楽だったのですが、敷設模様ばっかり語ってても面白くないので、たまには車窓に目を向けましょうか。列車は川之江に接近します。四国中央市の入り口といえる位置にある駅、伝統も個性も投げ捨てて、座標をその名に刻んでしまった、感服せざるを得ない、ネーミングの自治体です。言うて高知市の方が中央っぽい位置にあるだろう、ってのは言わないお約束です。んでこの四国中央市では、紙の生産で栄華を極めており、特にこの川之江地域では、四国中央紙祭りなるものが、毎年夏に開催されています。その中でも中んずく目を引くイベントは、書道パフォーマンス甲子園。高校生たちが踊ったりしながら、でかい紙に筆を運ぶ、奇想天外な書道を繰り広げる催し事です。甲子園を青春の代名詞としてのみ捉え、江戸のなんたるやをガン無視したネーミングはともかく、そのイベントは、書道ガールズなる、町おこしの色彩を帯びた映画との相乗効果も相まって、四国中央市の紙の町というブランドを、確固たる地位にまで押し上げています。その盤石さは、製造から30年経っても、首を切られず車体更新を受ける、向かいの7200系普通列車が築いた地位のごとし、とにかくペライチを侮るなかれ、その熱意は、甲子園にも劣らぬ熱さです。ちなみに、四国中央市の紙の生産量は、全国1位の座をかっさらっております。富士がなんだ、苫小牧がなんだ、こちとら18年連続で1位だぞ、舐めるな。ってわけで、川之江の次の伊予三島には、製紙工場向けの貨物専用船がございます。貨物専用船としては四国で唯一かつ、50年以上の歴史があるので、名実ともにお墨付きな地域、とでも言えるでしょうか。こんな感じで貨物が行き来しているのみならず、特急も毎時一本は往来して、陰身を極める駅ですから、これから語る最長線の区間も、全線できる前に、伊予三島までの部分開業を間に挟んでいます。さて、多度津線の場合は、鉄道敷設法を改正して、多度津から川之江を第一期線にする、というやり口で、敷設の準備が整いました。最長線の場合も、手法としてはほぼ同じです。鉄道敷設法の、多度津から川之江って分を、多度津から西条に改正すれば、それでおしまい。その工事も、新居浜平野を東西に突っ切る、簡単なお仕事なので、言うほどの高難易度っぷりは見せず、ゆっくり5年ほどかけて完成させちゃいました。1916年に起工、17年に一旦伊予三島まで開通、で21年に伊予西条まで全通って流れです。これにより、愛媛県のさらに奥まで、鉄道路線が平和に染み渡ってきたのでした。ここまで語ってきて分かったでしょ？全部うまくいくと、全く面白くない。推挙に推挙している私でさえつまんないので、画面の前の視聴者さんは、もっとつまんねえと思ってることでしょう。もっとさ、闘牛場みたいな怒りと憎悪が絡まり合う泥沼を見せてくれよう。
まあ、素晴らしいものにイチャモンをつけるのは、キャンセルカルチャー的憎悪の始まりなので、最上線の話は、ここで切り上げて、伊予最上から松山をつないだ松山線に期待しておきましょう。さて、列車は新居浜駅に到着するようです。なんとなく響きの良い地名ですね。新居浜湖。名前の発端は、1300年以上も前、郷里制の時代にまで遡ります。かつてこの一帯は天然の良港で、大江浦とかの呼び名がつくような場所でした。で、その大江浦は、関野郡の中に含まれる小粒な一地域だったわけですが、ある日、その郡の役所が、この近辺に越してきたといいます。そこで、越してきた役所を、ニーと称したのでした。機能性のみを重視した無駄のない名付けでいいですね。それに引き換え、何ですかラノベのタイトルの長さは、個性を長文化するのは、個性の放棄に他ならないぞ。いらんとコペしなさい。ペッ。とにかく、ニーなる新役所が来た以上は、その地域の代名詞もニーになってきます。だからその界隈は、ニー号と称されるようになりました。それでも関野郡の一部だったのですが、お役所の周りが栄えてくるのは当然っていうか、だんだんと中心地が栄えてきて、ニー号のネームバリューが高まってきました。割とありますよね。広範囲の県よりも、その一角の市の方が有名みたいなやつ。神奈川県よりも、横浜市の方が有名だったりとか、なんなら横浜県って呼ばれ出したりとか。このニー号の場合も、そういう風向きがあったのか、809年頃、関野郡はニー郡へと名前が化けました。そこまで行ったら侵略は早いもの。やがて付近の海岸も、ニーの浜だからニー浜と呼ばれるようになり、今につながるようになったといいます。天然の良港と称された地域でさえ、人間の裁量次第でそのアイデンティティを潰されるとは、ノエシスの可変性を侮るなかれ、という雰囲気を、それはそれはひしひしと感じます。でも、天然の良港そのものは、残ったんじゃないかって？結構大胆に埋め立てられて、コンビナートがガン首揃えてますが何か？人間の欲深さを見くびっているお前には申し訳ないですが、次の伊予最上近辺も、アグレッシブに埋め立てられてます。しかも最上市の港を埋めるという考えは、さながらウイスキーのごとく、100年近くも前から醸成し続けていたというので驚き。具体的に埋め立て計画が動き出したのは1934年。倉敷県職の誘致に伴って、海岸が陸に変わりました。以降、工場誘致という夢を追いかけ、獣のごとく反狂乱になって、港を埋め立ててきたわけですが、太平洋戦争を受けて、さすがに自重しろ数年ロムレという事態に至りました。かくして、工場用地に向けた埋め立てが、一旦ストップした最上市ですが、果たして一度剥き出しにした欲望の牙を、おとなしく引っ込めることなどできましょうか。ましてや、高度経済成長期にこの東洋エリアが、新産業都市に指定されたというのに。ってわけで、産業勃興の機運が極限まで高まったため、再び埋め立てに勤しもうとしたのでした。ただ、ここは風光明媚な瀬戸内エリアです。向こう見ずに港を埋め立てようものなら、瀬戸内の風光明媚さは一瞬でぶっ壊れます。この現代で自然状態に依存しようものなら、別の意味での自然を滅ぼすのだよ。ですので、10年しないうちに、瀬戸内海を埋めるのマジでやめろと、瀬戸内海を守るための審議会まで設置して、頑として埋め立てを許さぬ姿勢を取ったのです。しかも、0.5 平方キロを超える埋め立ては、環境庁長官の許可を得ないと、漏れなくぶっ飛ばされる仕組みになりました。これまでサトゥルヌスの面持ちで海岸を埋めてきた、最上司としては、分が悪いったらありゃしない。だから、俺らは死活問題の渦中にいるんだぞと、地域が総出で運動を繰り広げた結果、長官から許可が下りたので、400億円をかけて、アクセル全開で埋め立てを始めたといいます。最上市は数年前、住みたい田舎ランキングで1位を獲得したそうですが、その人気の根底にあるものが、埋め立て許可に代表されるような、横車を押す姿勢だとしたら、我々は社会主義の何たるやを、そろそろ考えなくてはなりません。かくして、会社の力でのし上がってきた、伊予最上エリアですが、伊予最上から松山の鉄道敷設に関しては、企業をめぐって、ほろ苦い思い出があるようです。事件は、田の津から川の絵を敷いている時に起こりました。というのも同区間は、突貫工事という素振りを微塵も見せず、約5年の年月をかける気でいました。さて、この線路が松山までたどり着くには、あと何年待てばいいでしょう。もはやそろばんを弾く気すら失せるほど、遠い遠い未来のことです。だから代議士が、国鉄線は伊予最上までにして、伊予最上から松山は私鉄に敷かせろと、打診したのです。その結果、ものの見事に許可を取り付けてきたので、予算鉄道なる会社を立ち上げ、敷設に奔走しようとしました。最初こそ大阪と東京の金持ちが、こぞって出資に手を挙げるほど、活況を呈したのです。しかし、陶器熱が冷めてくると、大口を叩いた東京の資本家は、突然とんずらし始めるし、そうかと思うと第一次世界大戦が始まり、土下食い直後の血糖値くらい、レール等の値段が上がる羽目に。そうしてグスグスしているうちに、政府が全部敷きますわという方針が決まったので、予算鉄道は、今治のタオルでも拭えぬほどの豪太の涙を流し、仮免許を返納して突き果てました。一気のごとく反骨精神を持つその姿勢は、多少は褒められるものだと思いますが、言い出しっぺのお前がちんたら膠着してたら、本末転倒も甚だしいったらありゃしない。予算鉄道の役人は、ウサギと亀の逸話から、一体何を学んだんですか？とにかく、伊予最上から松山は松山線として、1921年くらいから敷かれていきました。敷設の難易度に関しては、愛媛県のニュッと北側に突き出た高輪半島を通るだけあって、山がちで地盤の弱い箇所が多く、トンネルや石垣の設置が数多く求められました。ぬるゲーだった多度津線、最上線に比べたら、したたか骨のあるものだったようです。
とりあえずは1923年、今治の手前の伊予三好まで開通。ここまで敷設したあたりで、讃岐のかけらもなくなっていることに、やっと国鉄も気づいたのか。讃岐線という体で営業していたこの路線は、讃岐と伊予をつなぐってことで、山陽線になりました。抜き差しならない讃岐線から抜きを取って、タイトル詐欺を出したのはいいのですが、そんな名前では、由緒ある長大路線こと、山陽線と聞き間違えてしまいます。なんでこいつよりによって、目の前の対岸が見えてないの？とは思いますが、松山までドカッと開業させた1927年から数年ほど経った後に、山陽線も己の名前の愚かしさをようやっと自覚したか、予算線へと名前が変わりました。松山から先の区間はいずれ語ることにしますが、これでやっと四国の大都市2つが結ばれ、四国の大動脈として恥ずかしくない程度の存在感にはなりました。恥ずかしさゼロになったか、予算線と名乗った翌年には予算本線だと権限するようになりましたが、民営化でみんな平等の理念がやってきたか、本線の座から物の見事に引きずり下ろされ、現在は予算線に再び名前が戻されているみたいです。300キロあっても10キロ未満でもノット本線、リベラルここに極まれりといった具合です。そうして整備されていった予算線は、松山の少し先、伊予市まで転嫁されています。一応最初は、高松から観音寺という、香川県がちこいぜみたいな電格館に留まってました。もちろんこれは、誰も本名で呼んでない本渋山線、元井、瀬戸大橋線の開業に伴うもので、1987年の3月23日、国鉄が散る1週間前に残した置き土産としてのものでした。ただ、四国の高速道路や航空網は、漏れなく、日進月歩の限りを尽くしており、このままだと四国の鉄道の地位なんてのは、涙もろい人が感動映画を見た直後の顔面くらい、ボロボロのぐちょぐちょになること間違いなし。だから都市圏、都市間輸送の防衛線を守りつつ、少しでも経費を削りたいとして、1993年に観音寺からぐっと距離を伸ばして、伊予市までの電化にありついたのでした。とはいえ、松山都市圏なはずの松山から伊予市は、電車特急がない上に本数もまばらなので、本能寺に身を潜めていた織田信長くらい、隙だらけったらありゃしないのですが、とにかく高松から松山まで2時間半でぶっ飛ばせるのは、電化と振り越し機特急によるたまもの。なので絵を描くことにいたしまんこ描きました。アナウンスといい、座席といい、車内 LED のデザインといい、ずっと JR 東日本の車両に乗り続けているみたい、とのことです。当時の感想は正直でいいですね。少しは忖度を覚えろよ。かく言う私も編集疲れてきちゃったし、割と語るべきことも語ったと思うんで、一気に松山までワープしちゃうからね。そういうメタ的発言はいらない？言いたいことを言わせないその姿勢こそ、現代の閉塞感を形作ってるんじゃないの？嘘も方便とは言うけれど、使いすぎると自分をがんじがらめにするからね。ってわけで私は自分に正直に、自分を多少はいたわって、松山に、つきまんこ、つきました。動画に映っている松山駅は、徳島駅に負けず劣らずの陳気さですが、今年の9月末に高架化されて、新生、松山駅がお目見えするとのことです。本来なら私が訪れる頃には、とっくの塔に改装されてるはずだったのですが、設計ミスを認めて半年ほど工事が遅れたらしく、出来たてほやほやの新駅を拝むことは叶わず、ちょっと残念と思うなかれ。こうした奇数も、愛縁起縁のもとにあり、むしろバトンを明け渡す現、松山駅の、凛々しい姿に敬礼する機会になりました。ってことで私は、これからホテルに駆け込んで、飯食ってさっさと寝ることにします。他者への敬礼も大事だけど、結局一番敬うべきは自分だよ。ってわけでおやすみなさいんぽ。夜はよく見えなかったけど、松山駅の身なりってこんな感じなんですね。へえ、教会のように立派じゃないですか。そんな私の今日の状態も、松山駅社に負けず劣らず絶好調。チェックイン時こそ、ビジネスホテルに8時間だけって、とは思ったのですが、湯船に浸りながら Kindle 読んだり、布団でぬくぬく眠れたりするのはほんと最高。やっぱ宿は少しだけ値が張っても、グレードを高めておくのが吉って感じですね。江戸後期に作られた旅の攻略本、旅行用人集にも書かれているくらいだし。さて、ここまで JR 松山駅舎をじっくり映しておいてあれなんですが、次に私が乗り継ぐのは JR ではございません。伊予鉄道でございます。ここからは一瞬だけ内陸寄りを通っちゃうんですが、途中からは JR よりも長いこと海岸近くを通りますので、私の可愛さに免じて許してください。ってわけで市内電車線で大手町駅前まで向かうことにします。大手町駅前がどこかというと、ここから一駅乗ったところにある停留所ですね。だいたい300メートルくらい先です。ちなみに市内線は、どこまで乗っても一律200円の後払い方式ということになってますので、私はこれから 0.3 キロに対して200円払うという暴挙に出ます。ここから始まる短い旅を支える車両はかなり新しく、名前を五線型と言います。2017年に登場したばかりの低床車両。通路幅は 1.2 メートル以上と、路面電車の割には広め、バリアフリーに特化しつつ、シックな色彩でまとまった車内といった印象を受けます。どの道、あと2分も乗れないんですが、さて、ここから少し東に進んで、松山城下町の懐に飛び込みます。ところでこの松山はというと、1600年頃までは、一面のクソ緑とでも言うべき田園風景でした。なぜここまで隆盛を極めるに至ったかというと、関ヶ原の戦いが原因だったりします。
というのも16世紀の最末期、伊予を掌握していたのは加藤義明って人物でした。その頃は松山より8キロも南西、正木町のあたりにお城を構えており、海にやたら近いけどまあ掌握しきれるし、別に引っ越すまでもないと考え、兵士のプールサイドの監視員のような面持ちでのほほんと暮らしておりました。事態が急変したのは関ヶ原の戦い。加藤義明は徳川の方について岐阜城をぶっ潰すお手柄を立てたので、褒美としてプラス10万石の土地を設け、追い風が語りかける飯馬な状態になりました。これで計20万石を手中に収めた加藤義明ですが、土地の広さの割には城の位置がやや偏ってます。あらゆる政治家のツイッターにクソリプを飛ばすアカウントの思想くらい偏ってます。それで広くていい感じの場所にある土地を求めて松山城が建てられたというわけです。その城下町の顕著な成長に加え、位置も理想的だったため、明治時代に入って県庁が置かれたってわけです。んなこと言ってたらもう降りてんじゃん。早いよ。仕方がないので赤シャツのようにカビな色合いの LRT とバスがすれ違う光景をご覧に入れましょう。ちなみに伊予鉄の路面電車と鉄道線が平面交差するこの部分はダイヤモンドクロスと呼ばれています。自己顕示欲に飢えたゲーマーの大パンくらいジョイント音がやかましいですが、軌道線、鉄道線が直角に交わる箇所は全国あまねく探し回ってもここだけなもんなので、そこで交わされる唯一無二の六つ言を騒音だと一周することなど果たしてできましょうか。夢夢しかとすることなく、しかと胸に刻んでおくべし、私はもう刻んだからとっとと乗り換えるね。次、伊予鉄道の高浜線で松山市駅まで向かいます。さっきの路面電車だって松山市行きだったろって思いたくなるのもわかりますが、外周都で言ったら LRT に勝ち目はありません。あ、目的地の松山市駅まではここから一駅です。ふざけてる乗り換え頻度ですが、そもそもふざけてることをしてるのは私の方なので、私にとやかく言う権利などございません。路面電車では息を吸うかのように自然な所作でスイカを使ってましたが、郊外線ではその呼吸さえも許されず、ICE カードという伊予鉄ご自慢の肩の力が抜け切ったやる気のない名前のカードを使わなくてはなりません。そんなの私みたいな初見さんが持ってるはずないんで、日本人が信仰する金属の円柱3枚と何か書かれた紙切れとを物々交換して入場。ところで伊予鉄金星の仕官しきった名前の独自文明のカードですが、来年からスイカやエコカに対応するせいで余命1年という宣告がされております。コレクターとしては愛席の念に駆られると思いますが、使い勝手とはなんだかんだトレードオフなのでしょう。でも肝心の松山近辺の JR が IC カード非対応なので、結局は離れ小島的な存在が続きそうです。しかしこと車両に関して言えば、著しく他会社とのつながりを感じるもので、やってきた車両は伊予鉄の3000系、京王井の頭線の3000系を持ってきたものです。譲渡車両なのにそこかしこに伊予鉄って塗りたくってるの厚かましくて可愛いね。無論贅沢はその程度にとどまらず、学南電車とかの他の譲渡先が大規模な機器更新をしていないのに対し、伊予鉄がこの3000系を受け取りやいなや心地よい響きの VVVF インバータを履かせたので、地方私鉄らしからぬ金の使い方をしている点はいくら強調してもしすぎることはありません。なんなら来年から7000系と称する新車が入るとのことなので、伊予鉄の懐たるや美容液の歌い文句にでもできそうなほど潤っています。ま、伊予鉄の電圧が基本 750V以下なので、譲渡されるときに一手間二手間必要なのもあってだと思いますが、愛媛県最初の鉄道路線ながら電圧に貧弱さを覚える伊予鉄道。次の駅名も松山市とかいう松山の贋作みたいな名前しちゃっててかわいそうと思われるかもしれませんが、それは因果が逆です。というのも予算線がここにやってくるまでは伊予鉄道の松山市の方が松山と名乗ってました。ですが、ぬけぬけと上陸してきた国鉄としては一大都市を名乗る権利を得てしがなと思うもの。だから油揚げをさらうトンビのごとく、国鉄の方が松山駅と名乗るようになり、伊予鉄道の方はすごすごと引き下がり、死を冠した松山市駅の座に甘んじたのです。ところで本日の路面電車の起点は松山ではなく JR 松山駅前。伊予鉄道と国鉄が繰り広げた松山をめぐるいさかいを考えると、 JR 松山駅前という停留所名が、 JR はそう言ってるらしいっすけどねみたいな皮肉にも聞こえるものです。一駅乗ってすぐ降りるという行為を朝から立て続けに2回もやると情緒が狂う。ってわけで松山市駅です。駅併設の伊予鉄高島屋を筆頭に、周辺にはめくるめくほど高層建築物が立ち並び、その優勢で言ったら JR 松山駅を凌駕しています。ところで今さらっと伊予鉄高島屋とこぼしましたが、こいつも旧来のことでんと同じくデパート事業は蘇豪と連携していました。ただ蘇豪が民事再生法という藁にすがると、伊予鉄は早々に蘇豪グループなんか見限って松山三越に対抗する意味も込めて高島屋と連携するようになったそうです。ただあくまで蘇豪と手を切るのを喫緊の課題としてか、連携当初は資本のやり取りとかはなく、とりあえず商品だけ供給してもらうというゆるりゆるゆるお元気な連携にとどまりました。ことでんが起死回生だとしたら、伊予鉄は九死に一生を得た感じが強いでしょうか。しかし称賛されるべき伊予鉄高島屋の営業時間は10時から6時半の松山市駅は乗り換え駅として働くプロムナード以上の役目を持ちません。そうだと決まったら群中線の群中広域を乗り通すのみです。
車両はさっきまで乗ってきたやつと同じ形式だから、説明は省略するね。見るからに後付けされたであろう車内 LCD は、車地の句を垂れることに専念していますね。線路が3方向に伸びる松山市駅において、行き先も示さずに、のうのうと神戸を垂れ続けられるとは、この3000系はきっと、礼儀という一神教を盲目的に崇めているに違いありません。乗り間違えてないはずなんで、そろそろ松山市駅を出発。ここからは、伊予鉄道の黎明期とか、群中線の概要とかをさらっと語っていきましょう。まず、伊予鉄の大まかな路線図はこんな感じです。路面電車は都合上、一部のみを道後線として描写。そのうち一番早かったのは、北西に伸びる高浜線。なんですが、敷設の動機が黎明期らしく面白いので、ちょっとだけ触れときます。舞台は、1873年の松山。日本初の鉄道が通ってから、わずか1年後のこと。熊高原付近にある元寒流林から、伐採したヒノキを製材し、大阪に運ぼうとしたのです。ところが、松山から高が6キロしか離れてない港まで、その製材を運んだところ、港から大阪までの400キロの船賃により、あからさまに高くつくという矛盾を経験したので、これは交通網を変えないといかんぞ、というモチベーションにつながったのです。しかし交通に関する、アプリよりな知識なんてないので、この時点ではどうにもなりません。ただその直後、大阪、神戸をつなぐ鉄道の枕木を受注すると、まさにこれだ、うちにも鉄道を敷くべきだと、脳裏に電流が走ったのです。そのためならば東奔西走なんのその、仙台や東京の馬車を研究し、フランスの鉄道に関する小冊子を入手し、続けて横浜のイギリス人にとつったり、東京のドイツ人に勝ち込みに行ったりした結果、ある一つの到達点にたどり着きました。それが、地方には、機関762ミリの軽便鉄道がお似合い、という過程。140年前と今との境遇が違うのはそうなんですが、後々国鉄が1067ミリの狂気にさえ、失態扱いすることを踏まえると、研究には熱心でしたが、先見の明はあんまりなかったようです。さて、こうして、松山鉄道会社の名の下で、松山近辺の鉄道敷設を鉄道局に求めたのですが、悲しきかな、勝ち目ゼロで却下されてしまいました。どのくらい勝ち目がなかったかについては、出願案に目を通した鉄道局が、はぁ、え、ラリッタ人来ちゃった、っていうリアクションだったことから、容易に察せると思います。それもそのはずで、その当時の日本にはまだ、軽便鉄道という概念がなく、ましてや片田舎の素人が軽便鉄道を敷設しようなど、将棋盤にポケモンカードを持ち込むくらい、アウトローなことだったのです。ただし頭は冴えてるようで、鉄道局から、計画には、機関車2台ってあるけど、1台壊れたら、後がないよな、と詰められたところ、だったら蒸気船だって四六時中後がないでしょ、なんで鉄道にだけ冷たいんですか、と大反論。こうした押し問答が続いた結果、ついに鉄道局は、松山鉄道の案を試験的に許可してやったのです。ただし鉄道局も、歳費の念を依然として前面に押し出しており、許可書には、多数の縛りが設けられていました。その中でも、最も強烈なものを挙げると、17年の営業期限を過ぎたら、設備は全部剥がして、勧誘の土地も家屋も、全部速やかに戻せというもの。あなたは2週間前に食ったものを、元の皿に完璧に戻せますか？ってほどの無理難題。倒幕の末に生まれた政府が出した発言とは思えないっていうか、思いたくないのですが、とにかく、施設の許可は得たので、株主に県知事までつけた上で、社名を松山鉄道から伊予鉄道に変更し、1888年には高浜線の一部が開通。ここに生まれた日本初の軽便鉄道は、千客万来極まれりといった具合の大成功。その公共っぷりを皮切りに、道後鉄道なる会社が、道後温泉経由の路線を開業させたり、高浜線をまるっと延伸させてみたり、横川原線の開業にこぎつけたりと、国鉄の追随を許さぬ勢いで、日進月歩の成長を遂げていきました。となると、南西に伸びる伊予市方面の線路も、当然視野に入ってくるわけです。むしろ、沿道の資源も豊富だし、交通需要も見込めるから、まさか見逃すはずがありません。ってわけで伊予鉄側でも、延伸の計画は立てていた。んですが、ここ。この決して狭くはない川幅の重信川に、果たして橋を架けられるかで難儀し、しかも、伊予市エリアからの資本の引き受けも、うまくいかなかったので、こうなりゃやけだと諦めて、延伸のためのリソースは、横川原線に割かれたのでした。ただ、伊予鉄も所詮はインポテンツだのと、延伸計画をぶっ壊された伊予市界隈は憤慨し、臥薪嘗胆、何としても路線を実現させるべく、伊予市周辺の有志らが立ち上がり、日清戦争での陶器熱に浮かされて、南予鉄道なるものが立ち上がりました。経路は、伊予鉄道がかつて目論んだものを、大体そのままトレースしたものですが、この会社は、南予鉄道、松山近郊に留まる伊予鉄道よりも、夢はでっかいもので、将来は、伊予市なんかも抜け出して、八幡浜にまで線路を伸ばす気でいたといいます。ちなみに八幡浜がどの辺かっていうと、この辺、この地図の左下、何でしょうね。
人間って金を持つと何でもできる気になって頭のネジとか吹っ飛ぶんでしょうかね。とにかく1894年に敷設免許を得て、まずは群中駅までの工事に着手しました。ただ俺は八幡浜まで敷いてみせるぞとか抜かしたやつにまともな計算能力などあるはずがなく、工事期間中は金が底をつきかけたため銀行の頭取の支援を必要とするほどでした。とはいえ1896年には群中駅まで開通し、ほっと胸をなで下ろしました。この時、まるで鉄橋にひるんだ伊予鉄道を嘲笑うかのように、重信川の南岸に出会い駅が設けられ、海まで伸びゆく松林と河原のコントラストから、映えスポットとして好評を博したといいますが、偏僻な位置にあって面白くないのか、この岡田駅ができると、出会い駅は廃止に。ま、出会いと出会いを駆け出すつまんない現代人で埋まる前に、繁華なところに新駅を作れてよかったと思います。こうして、伊予鉄道、南予鉄道、道後鉄道が松山市街地を群雄割拠するようになったのですが、ただでさえ狭い松山平野に3組の状態を作られても面倒なだけです。だから3会社合併の話が持ち上がってきて、1900年に道後、南予鉄道とも伊予鉄道の持ち物になりました。かくして、長いものに巻かれ始めた群中線にも明確なコンプレックスがありました。つまり、貨物の量が少ない。その分旅客は多かったのですが、これが結構こじらせる問題になってきまして、高浜線や横川原線などが近代化を受けて、線路幅が1067ミリに広げられたのですが、群中線は貨物が少ないのに贅沢言うなと言わんばかりに762ミリの線路幅を強要されていました。ですが、群中線だけ762ミリを使い倒そうとするなど、むしろ伊予鉄側の贅沢です。なんなら融通の利かなさの方が浮き彫りになっていたので、尻に火がついたように工事を始め、1937年に群中線も1067ミリの線路を与えられました。その心意気やよしといった具合でしたが、それから数十年経って、また差が開いてきました。一気に時代が上って、1990年頃の話になります。その頃になると、高浜線、横川原線とも15分間隔で、パッと来てさっと乗れる路線だったのですが、群中線だけ20分間隔になっており、少しだけ引け目を感じている路線でした。20分間隔でも結構あるんだから文句言うなと言いたくなるのが我々限界旅行人間の差がですが、いざ松山市駅で乗り換えるときパターンダイヤ同士が噛み合わずタッチの差で逃すのが問題なわけです。そこでこの地蔵町駅に行き違い設備を作り、15分間隔を実現したそう。行き違い設備を作る前の地蔵前駅は、駅前広場に放置自転車がパッコするような鉄道会社に一級品の喧嘩を売りつける作博たる駅そのものだったようですが、改築工事に伴って欅を植えたり、駅前に凝った椅子を置いたり、伊予鉄のプチ拠点っぽくしたところ、地蔵町駅が 14% 程度の増収につながり、路線全体の収益もわずかに向上したとのこと。そこらの安っぽいスカッド系のストーリーなんかよりもはるかに気が晴れ晴れする逸話ですね。そんなこと言ってたら、群中駅を出て次が終点の群中港駅。この 0.6 キロは後からの延伸で開通した区間です。てのも、今の JR 伊予市駅にあたる南群中駅が後からのこのこ1930年に開業したのですが、肝心のその駅を当時の群中線の終点だった群中駅から600メートルも離し上がったせいで乗り換えには不便でした。だから回帰工事と並行してこの区間の準備を進め、1939年に延伸工事が竣工したってわけです。すんません、乗り換え時間5分しかないんで余韻に浸ってる時間とかないです。群中線を乗り通したことは各自で勝手に喜べ。ってわけで群中港駅を脱出した後、道路を挟んで蓮向かいの伊予市駅へ。ここからまたバースデー切符の土俵に戻ります。バースデー切符は3日間使えるのがありがたいと思いたいのですが、四国をぐるっと取り囲むとなると意外と3日間だとしんどいです。いかんせんスケジュールがタイト気味なんでね。現に今回の乗り継ぎだって間に合うかどうかが不安で不安で、すんません余裕で間に合いました。乗り遅れろとか念じてた画面の前の貴様、私を苦労しやがってざまあねえな。で、これから伊予大津までお世話になる車両はキハ3新潟という単行機動車です。民営化したところでどうせ儲からないだろうと四国の足元を見た国鉄が、どうせなら四国の負担を軽くしてやろうと民営化の寸前で提供してきた車両です。こういう思惑で作られた車両は四国管内にはキハ3人以外にもいて、向こうに止まっているキハ54も国鉄のその線路をたる巨星が生み出した車両です。口述しますが、この車両かなりの厄介者です。まあ乗っていけばわかることですので、まずは伊予市駅を出発しちゃいましょう。あ、さっき言ったとは思いますが、この駅はもともと南群中駅って名乗ってました。で、町村合併に伴って伊予市駅と名乗るようになったそうな。安直と言われたらそれまでですが、町の玄関口としては申し分ないんじゃないですか。ところで、この駅の位置については一悶着あったようで、ここに作ってくれっていう意見と、もう1キロ北東に作れっていうのが拮抗し、誘致に吠えるどんちゃん騒ぎが起こったようですが、県知事の斡旋で今みたいな群中港駅前に決まったようです。ここで近視眼的な県知しか持ってない人は敗れた方がかわいそうだのと、平等も公平も身も蓋もないことを言うのでしょうけれども、誘致に敗れたとおぼしき付近には20世紀の終わり頃に鳥の木駅が新設されたので、完全に過ぎたばかりか敗者がいなくなった争いに関してはいいっこなしってことです。ところで、松山から伊予市の鉄道敷設に関してはそもそも反対意見を唱える人が結構いたそうで、
これで、ああまた鉄道で作物がダメになるとかの陰謀論者的思考回路のせいなのね、とか思うのは早計。測量開始が大正時代の最末期からなので、この後に及んで鉄道危機に走る時代遅れ人間はいません。じゃあ何故って言うと、工地整理が済んだのを終わらされたくなかったから。何せ、整理が終わって大量生産に踏み切ろうっていうタイミングで、鉄道がど真ん中失礼しますよと横槍を入れてきたら、駅も作らないくせに土地をくすねてくるんじゃねえかすと、客がやって一理なしという具合です。っていうかこの場合、仮に駅を作っても不服だったでしょう。ムカつきポイントは土地の強奪にあるんだし、しかし鉄道の利害を最低限知った上でこうも強硬に反対されてはダニングクルーガー効果の嫌な部分がそこはかとなく透けて見えるものです。相手の言い分もまあ正しい以上コイントスで決めるかみたいな論理でも持ってこないといけませんって言ってたら、向井原駅を出発、人口が中密する松山平野とはお別れして、ここから辺境地味た区間に入っていきます。ついでに内陸沿いにすらたる内子方面とのお別れも果たし、この列車は海岸沿いへ。愛媛県西部を突っ切る特急宇和海は10割型この内子を通っていくので、これから通る海岸沿いの経路は結構マイナー気味なルートになります。普通列車の本数もこっちの方が少ないけど、もはやどんぐりの背比べです。第一、予算線の方が先輩なんだぞ、後輩身分の内子経由ごときが歯向かっていいのかと言いたいんですが、この2路線で100年くらい前から因縁バチバチだったそうで、まちょろちょろ語っていきましょう。あれだけ讃岐線だのとほざいていたのに、気づけば伊予成分がかなり濃くなってきた予算線。そのうち松山から伊予長浜を経て八幡浜までの区間については八幡浜線という名のもとに建設が進みました。ただ伊予市界隈の農民でさえ鉄道の利害を把握できていた時代です。政治家たちが把握してないなんてことありましょうか。ってわけで予算線をめぐっては政治の種として2ルートが争われました。当時の2大政党だった政友会と民政党のうち、政友会は内陸周りで地下長に向かうルートを、民政党は海岸周りのルートを推進し、流行相打ちといった争いを展開しておりました。ところで争いが起こったのは大正時代の後半から昭和の初期。その頃の内閣は県政の常道と称して、政友会と民政党が代わり頑固に政権を握っていました。言い換えると内閣が内陸ルート派になったり海岸ルート派になったりと立場がコロコロ変わっていました。たもんで内閣が変わって推しルートが変わるたびに、陳情団がやいのやいのと上京して、おいこら線路よこせたのと政府に立てつくような野外フェスばりの燃え上がり方を見せたといいます。やってることはババ抜きの終盤と大差ないのに、一体なんでそんなにエネルギーを消費できるんでしょうか。とにかくそういう駆け引きはあったものの、結局海岸周りのルートに落ち着いて、山間部のルートは国鉄バスの方に任されたということに一旦はなったそうです。って言ってたら、伊予上灘駅に到着。本数が9往復にとどまる小柄な駅ですが、通勤通学客がそれ相応に往来することもあり、今月弟子に1年近くなったことを喜んでいる私よりもはるかに前途有望な小学生たちが降りていきました。ここで交換待ちのようなので、体をほぐすついでにホームに降り立つことに。あと多分トイレにも行きました。てのもこの車両にはトイレなんて豪勢な設備はなく、もし決体な暴行とか拷問とかのせいで人権を失いそうになっても、こうした長時間停車の隙を見てトイレに進軍する以外に助かる方法はありません。せっかく愛ある伊予灘線っていう愛称がついている区間なんだから、愛液をまき散らせるほど立派なトイレを車内にです。キハ54との行き違いも果たしたので、再び南下していきましょう。ちなみにキハ54のトイレに関しては、どっかの北の大地を走る道形式にはついているようですが、四国のキハ54にそんなものはありません。余談ですが、 JR 四国のコーポレートカラーはライトブルー。かつて国鉄が青い国四国と称した通り、太平洋よりも鮮やかな空のブルーをモチーフにして新しい会社のフレッシュさを表現したことによります。ですが頻尿人間からしてみると、その水色が漏らせという暗示にすら見えるもので、フレッシュな太平洋が足元に広がりやしないか寸刻を争う勢いで心底ドキドキしております。あとさ、空ずっと白いのは何？四国の澄んだ空の色はどこ？まあとにかく伊予上灘駅を出発。ところで先ほど小学生が降りたなどとかなり危ない供述をした気がしますが、この伊予上灘駅から小学校までは山を登ること4キロ。でかくて偉そうな人から元気の子とかいう烙印を押されている子供でも登校には骨を折るはずです。それに過疎化を食い止めたい自治体としては、地域交通をもっと便利にするのが喫緊の課題。そこで伊予上灘駅から狭隘な山の先にある小学校まで自動運転のバスが運転されているとのこと。現在はミカというバスが運行されており、予算線と乗り換えて登校できる便が運行中だとか。伊予市が大手を振ったこのバスは、少子化や交通網の寸断を食い止める鍵となるでしょうか。で、問いの投げかけまで果たせば、危ない供述も帳消しになりませんか。ならない、あっそ。てかうちことときしの水鉄砲。下ネタ。下灘駅に接近玉。その景観の美しさから、幾度となく、青春18切符のポスターを彩ったこの駅は、日本一海に近い駅として名を馳せており、数々の鉄道ファンや写真家の垂涎の的になっています。その割にはなんですが、国道378号が見るからに海の前を占拠しているので、これを日本一近いとか言い出すのは、審美眼が節穴以外の何者でもないのですが、たとえよそ者が横たわるようになっても、その景観の美しさは焦ることはありません。天気さえ良ければな。
おい、地平線がどこか当てられるもんなら当ててみろ。ってわけで下灘を出発したので、建設過程を語りたいところですが、ここも九州差は面白いけど、伊予長浜までの開通は1935年ですってことしか語ることがなく、中央構造線に沿っていて大変そうなのに、ぬるっと開業したみたいに陳述されています。せっかく地滑りが頻発する地帯だってのに。あ、そうだ、この地滑りとかのせいで下灘経由の予算線がローカル化したのでした。まあいい機会なので予算線と内子線の関係についてもサクッと触れますか。内子周りが全通するまでは特急も急行も何でもかんでも海沿いの予算線を通っていました。一方の内子線も部分開通はしていたんですも、ただ大正時代の弱小私鉄から引き継いだだけあって、その路線長は褒められたものではなく、内子で止まってすぐ溶けるどんくさくてトロいだけの盲腸線でした。一方予算線の方も使っていくにつれ、どんどん錆が明るみになってきます。まず車窓を見ても分かる通り、トンネルの数がわずかでずっと海岸沿いです。なので台風が襲来してきた暁には落石から地滑りまであらゆる廃盤漏石のごとき災害を食らい、普通地帯として久米とも尽きぬ悪評を轟かせておりました。その対策にかかった費用は伊予市から伊予長浜だけ見ても8年間で10億円。しかも40キロ程度ある海岸ルートのうち半径200メートル以下のカーブの長さは4キロ以上、 20% を超える勾配については5キロ以上も詰まっており、藍色要素の密度たるや濃縮還元のジュース張りにギュッと詰まったような地獄な路線でした。ところがもし内子線を延伸開業させるとしたら、急勾配の長さは3分の1に、急カーブは10分の1にできる。そればかりか距離が6キロ以上も短くなります。その気になれば時速95キロでの運転で15分の時間短縮が見込めようというのに、一体どこに苦節の二の足を踏む理由がありましょうか。ってわけで1967年から内山線の名称で工事を続け、実に230億円もの費用をかけて1986年に完成。内子以北は予算線の一部になります。ここで80年代なのにって思った方は鋭い。この時期に建設されていた地方交通線は国鉄再建法で工事なんか投げ出してるはずです。実際国鉄最末期に東北本線の迂回ルートとして工事が進んだ阿武隈急行は、福島駅の目下数百メートルまで工事を進めたのに、あっさり特定地方交通線入りからの山積化を果たしました。まあそもそも部分開業時の輸送密度が F ランクだったり、バイパス点ならすでに新幹線があったりしたのですが、何せよ開業後の輸送密度が4000を割り込むこと間違いなしだったから、つまり賞賛なんて全くなく、開業させるなんてエビフライで釘を打つくらい無謀だったのです。じゃあ内子線はどうでしょうか。こっちは並行する新幹線もないばかりか、予算線の需要をほぼ丸ごと持ってこれます。輸送密度が4000を上回る打算があったので、工事を続ける理由は十分にあったわけです。ところで同じ理由で工事が進められた路線には今でいう大洗鹿島線があったわけですが、そいつも再計算の結果、輸送密度が4000を割り込むと見込まれると、あ、やっぱいらねえやってことで、国鉄線としての開業は打ち切りになったのでした。よく鉄道ルネサンス神話を掲げてなのか、 JR の開国有化をって言い出す人がいますが、廃線と山積化を一番アグレッシブにやってきたのは他でもない国鉄なんですけどね。それを理解した上で再国有化を望むならもう勝手にしろって思うんですが、とにかく内子線は国鉄の地方開発線としてはラストの開業を目指すことになり、結果として1989年度の輸送密度は4500前後と結構良い数字を叩き出したのでした。内子線が脚光を浴びるのは結構ですが、スポットライトは全部の方向を照らせません。これまで本線格だった予算線の海岸ルートは一気に輸送密度が1000前後に落ち込む羽目に。1989年度でこれなので2023年度となったら目も当てられません。その数307です。愛ある伊予灘線という愛称の割には地元からの愛は毛ほどもありません。実際 JR 四国も存廃議論に持ち込もうとしたようですが、廃止という着地点がおぼろげに見えている議論には参加したくないのが地元ってわけで、いざ廃線議論が本格化した時にやや紛糾しそうなのがちょっと心配です。こうなったら乗って残しましょう。そして下灘の絶景を PR していきましょう。下灘を取る人は鉄道駅を取るくらいなんだから、100人中100人が鉄道を使ってきていることでしょうし、まさか車で訪れるようなトイレットペーパー並みに情が薄い人なんていないでしょう。いたらお前の写真でケツ拭くからなって言ってたら、伊予長浜に到着したようです。なんとこの伊予長浜で18分停車。大絶叫鎮火水豆腐の舞。国鉄が丹精込めて作り上げたキハ32には今全くと言っていいほど誰も乗っていません。安不審な車両ともなると居住性もそれ相応なのでしょうか。そもそもこのキハ32型が廃車から部品を取ってきたり、バスの部品を使い回したりと徹底してコストを減らしたホムンクルスそのもの、ついでにロングシートということもあって、せっかくの国鉄車なのに旅人からも不評気味で、ショートの薄っぺらい雑学を自慢げに他人に話す人くらい嫌われています。多分車体長が16メートルしかないところだってショートの沼に入り浸っている感じだし、そのくせ息は長いけどな。しかしこの車両、霧でもこと煙る空や鬱蒼としけった空気とのコントラストはお見事。この心の奥まで清水で洗うようなどこか苔むした空気が私は好き。下灘の絶景は見えずとも、ああ通ってよかったなって思えるものです。
駅舎の中も可愛らしく、待ち合室の中には海をモチーフにした物言わぬ獅子類類の座布団が。この座布団は付近の長浜高校がおもてなしのため授業で作ったもの。全国で唯一の水族館部を有する高校らしく、海の生き物をモチーフにしたそうです。その可愛さはお見事で、見ているだけで癒されるデザインです。でも待合室に誰もおらんが、みんな見ているだけってパターンか。終点まであと25分なので、さすがにカフェイン摂取を始めても大丈夫。腹を下すまいと腹を決めたところで、腹をくくって再び乗車。ここに来て車内に10人くらい集まってきました。そりゃ18分止まるのに18分前から乗らんよな。ってわけで、数多くの通学客を乗せた松山行きの普通列車を行きずりに見た後、伊予大洲行きの普通列車はここから進路を南東にとって終点に向かいます。さて、伊予長浜から伊予大津の予算線は、打って変わって、私鉄橋委託管になります。ことの発端は、1910年に起こった西予電気気筒、伊予鉄道の群中駅から南西に進み、八幡浜のゴールを目指した会社でした。ちなみに内子経由です。伊予長浜なんてどうでもいい。この裏切り者ー！ところで、西予電気気筒って軌道です。つまり路面電車。で、西予電気気筒が当初掲げた敷設計画は、60キロにも及びました。言うなればこいつ、全長60キロもの路面電車を走らせる気でいました。しかも軌道って、道路にくくりつけるものだから、なおのこと分が悪いです。給食当番なのに白衣じゃなくて、水着セットを持ってくるがごとき役種です。あ、船壁が裸エプロンだから、むしろお得？そっか、よかったね。よかったから、そろそろピクシブの奥地にでも帰りなさい。とにかく、鉄道員からチューター並みの距離感でアドバイスを得てきた西予電気気道は、軽便鉄道法の交付に便乗して、西予軽便鉄道に名前を変えたのです。それだけならよかったのですが、軽便鉄道にくら替えして図に乗ったか、八幡浜からさらに 1.6 キロ北に行った、キスキなるところを終点にし始めたのです。ただの 1.6 キロなら許せますが、この 1.6 キロの間に峠が立ちはだかっているので、鉄道員からのありがたいアドバイスをお墨付きと勘違いして付け上がった可能性がありますね。芸能人が絶賛みたいな古代広告とか真に受けてそう。西予軽便鉄道はほどなくして背負う名前を愛媛鉄道にスケールアップさせつつ、その割に全然集まらない株式に苦悶しつつ、1915年にやっとこさ創立と相なりました。かくして南極大陸も戦々恐々とするほどの経済界の冷え込みを見た愛媛鉄道は、1067ミリの線路幅で敷いたるという大幻想画を吐く暇もなくなり、762ミリに小型化。それにルートも贅沢言ってられなくなります。内子経由の予算線だって峠越えの区間、もう楽な部分から敷けるだけ敷きましょうって考えになり、その青写真は伊予長浜から伊予大津と伊予大津から内子というぬるいものになりました。欲しがりません。敷くまではってことでしょうけど、そろそろ愛媛の看板を下ろした方がいい規模感です。そこまで削ってもなお厳しく、第一次世界大戦に伴う作業員の賃金上昇が会社の財布に大打撃。おまけに強愛な V 字国を川沿いにのたくる軽便鉄道にしては指折りの難工事だったので、会社の金が DS のタッチペンくらい一瞬でなくなる怪奇現象を見つつ、1918年の初頭、伊予長浜から伊予大津が開通。それまでは左側にありありと見えている肘川が山奥の集落と長浜港を水運で支えていたのですが、愛媛鉄道は愛もへったくれもない鈍乱極まる路線なので、ことごとくその需要を吸い上げました。後々愛媛鉄道は内子までの支線を1920年に開業させるのですが、総じて需要の半分以上は貨物に頼っていたことから、愛媛鉄道の生命線がうかがえるでしょうか。もちろん旅客需要もとっ捕まえたかったため、並行する馬車からもバキュームカー並みの勢いで需要を吸い上げましたが、馬車以上に馬鹿要素にまみれた法外な値段設定だったそうです。そこまで釣り上げてもなお沿線が錆びれている以上、営業係数は順調な低空飛行で、政府や県からの補助がなければまず死んでいたであろうレベルでした。だから国鉄が八幡浜線敷きますんで、お宅の湯を長浜から伊予大津を買収しますねって言った時、これまで瀕死だったはずの愛媛鉄道はその時だけ居酒屋の一杯目張りの盛り上がり方を見せ、伊予大津から伊予長浜を買収するって言ったね。じゃあ伊予大津から内子も買収してね、すぐでいいよと井戸端会議に興じる自称淑女張りの弁舌で、短くて採算が取れない内子線の買収をも狙ったのです。ここで買収案を突き返して愛媛鉄道に絶望を浴びせられたら面白かったのですが、さすがに国鉄も愛便の念は持ってるので、1933年ついに買収を食らうことになり、国鉄愛媛線という名を授かることになりました。地元密着の路線が消えるのは賞味辛いのではとお思いになるかもしれませんが、国鉄買収を機に旅客運賃が半減、駅員の偉ぶった態度もなくなったといって、むしろ愛媛鉄道の殿様商売っぷりを嫌っていた人ばかりだったんで、ノーダメージだったそうです。しかし国営時代の職員でさえ横柄だったって噂はよく聞くんですが、それを下回る愛媛鉄道って何？一駅止まるたびにストリートファイターみたいなランチキ騒ぎでも起こしてた。とにかく愛媛鉄道を買収した国鉄ですが、ある一つの問題にぶち当たりました。それはこいつが機関762ミリのコンパクトな鉄道だったってこと。レール幅が狭いならまだしも、トンネルも軽便鉄道基準なので、そのまま流用するにはあまりにも狭苦しいです。あの憩いの家とかのたまってる犬小屋よりも狭苦しいです。
だから路盤をアップグレードするばかりか、トンネルを複数個ほっぽり出すネグレクトまで、愛媛鉄道の意向に対しトランプのカードを配るかのように手際よく戦力外通告を言い渡していきました。かくしてきっちり会期が済んだのは1935年。その時にこの五郎駅は内子線の分岐駅という五郎丸張りの大役を任されたのでした。防線駅が何をおっしゃいと、いやいや右側にあるでしょう。かつての二面三線を物語る小高い丘が。ってわけで五郎駅の役目も内山線の開通で完全に歌方と消えてしまったのでした。しかし愛ある夕方線をあと一歩で走破するってのに、内山線が踏み台にしていった意向をこうも松山座と見せられたら愛が萎えちゃうじゃないですか。潮の満ち引きに吐息を漏らして愛を育んだってのに、賢者タイムかそれでいいのか。おい、内子線は高規格ですので、直近でしっかり金を注ぎ込んだのは内子線の方なんだから、内子線の方が愛あるんじゃないの。乗車中に取ったメモも、伊予灘線の愛なんて取り繕ったものだろってお気持ち表明してるぞ。感化していいのか。ちなみにこの下の行は愛駅に関する記述なので、説得力は皆無です。根源的疲労が来たにょ。ずっと、後面展望のために立ち、足が棒になる瀬戸際で、終点の湯大津に到着。可愛い顔して、可愛くない性格の炭鉱機動車とは、一旦ここらでお別れします。ついでに、愛ある伊予灘線についていたイスナンバリングとも、ここらでお別れです。本来なら愛の方がしっくりくるのに、なぜ死を想起させる S なのか。こいつに関しては途中駅に下灘があるし、何より C サイドを走るじゃないか、って魂胆。言われてみれば、下灘こそ、この路線の看板娘って感じだし、愛よりも奥に入った考えが見えてきます。セックスも愛あってのものだもんね。駅前にパン屋さんがあったから、パン食べる。パン屋の匂いも大好きだし、パンの味も大好き。朝ごはんはビジホでせかせか食ったし、昼にしては異常に早くて、どっちつかつだけど、さっき駅構内の階段で、おば様のスーツケースを運んだし、自分へのご褒美として、このくらいはいいよね。ところで、おば様と少し話してみたところ、高知に宿を取っているとのこと。奇遇ですね。私も高知に宿を取ってるんです。ただ、一旦高知県の東の果てまで行って、間髪入れずに高知駅まで引き返すという、意味のわからない工程をすでに組んでいるので、先を急がないと、路頭に迷って終わります。なので、とっとと特急宇和海で、宇和島までぶっ飛ぶことにしましょうね。車両は N2000 系。徳島県産の愛と、それと対になる色の赤を身にまとった車両。四国をのんべんだらりと走っていた、2000系特急のマイナーチェンジ版です。おぞましく目に悪い色だからとなめてかかるなかれ。マイナーチェンジと言っておきながら、その最高時速は130キロと、俊敏この上なし。なんでも、明石海峡大橋の開通を受けて、高徳線を高速化せな、となったので、1995年からちょろっと導入され、明石海峡大橋が開業する98年に、バックオンと導入された車両です。そんな高徳線のために生を受けた車両が、なんで予算線の地味めな部分を走ってるのかって、文句はこいつとこいつに言ってくれ。なんなら左のこいつは、土産線コンプレックスをこじらせてるから、重点的に突っついてやれ。でも N2000 系ね、右のこいつに土産線を追い出されたから、どれだけ吠えすら書いても、何の効果もないよ。それでも文句がある20世紀第三人間は、反乱でも起こすがよい。そしてそうめんくらいあっさりつるりと、大敗でも喫してなさい。あ、ついでに言っとくと、予算線の秘伝各間に、時速130キロ出せる区間はないよ。うぬぼれた追いぼれはそれだけで汚点なんだから、主戦場を退けってことなのかしらね。さて、八幡浜線で欠かせないものといったら、夜昼トンネルの存在でしょうか。この伊予平野から線上に立ちはだかる、3キロ程度の闇、それが夜昼トンネルです。その工事は、昼なんて能天気な感じを感してる場合じゃないほど厳しいもので、松山から1キロ掘り進めると、崩壊石なる鉱石が空気を含んで膨らむ場所にぶち当たり、兵庫県知事の激高くらい、凄まじい圧力で、完成したトンネルが一部変形するほどの難工事でした。当の国鉄側は、最初こそその工事を請負契約で済ませようとしていたのですが、そんな甘い考えじゃ、到底不可能だと捉え、直営で工事が進められたとのことです。その流れで、トンネルが崩れないための補強材が、老人の湿布くらいあちこちにあつらえられたのですが、それでも変形と亀裂に見応えし、仕方がないので特殊な掘削方法を考えたところ、そのせいで工事は複雑化し、トップに立って号令を出す親方でさえ意味わかんなくなり、仕方がないので、号令よりもっと距離を詰めて、直々に指導するって手法を取ったらしいです。水道調整でさえ複雑回帰なのに、人間の指示を単純化できるはずもない。だから、なんで言われたことがわからんのだとかほざく人間は、理性も理論も放棄した獣以外の何者でもないので、じわじわ距離を取っていった上で、絶好まで持っていきなさい。相手は、言われたことがどうこう以前に、会話のいろはもわからぬ粒の愚者だぞ。とにかく、夜昼トンネルにかけた年月は5年以上で、竣工は1938年になって、やっとのことでした。その頃にもなると、八幡浜線の全通まで、残り半年ちょっとですので、下ったの大体こいつのせいなんだろうな、っていうのが伺える難航路線です。文字通り、絶望の淵に夜昼追いやりやがって、冗談は名前だけにしろ、って言ってたら八幡浜に接近。ここ発着の普通列車が占める割合も相応に多く、2キロ西にある港からは、対岸の大分まで行くフェリーも整えられ、交通の要衝としての地位は、陸上も海上も、文句が出ない程度には盤石です。その往来は人のみならず、みかん輸送でも顕著でした。
手のも八幡浜は温州みかんをはじめみかんの生産量でずば抜けており、20世紀の初頭は四国各地、九州、阪神地区を相手に船を介してみかんを売りつけていたとのこと。ただ狭いコミュニティでにちゃにちゃやってるだけじゃ成長できないんで、昭和の初め頃には東京方面に向けて船便と鉄道を組み合わせた輸送を行ったそうです。ルート的には船で神戸か糸崎まで運んだ後、鉄路で東京に出荷するって形をとっていたよう。今でこそセブンイレブンくらいしか観光名所がない糸崎ですが、100年前は四国からのオレンジ需要をカバーする一大拠点として埋挙に糸間がない活躍をしていたことでしょう。まさにカバーオレンジってやつですね。これ私が基礎書きだった頃にハマったフラッシュゲームなのでネタが伝わらないと立つ手がありません。さて、段ボール箱の底に放置されたみかんみたいに私の人権が一気に腐って朽ちていったのはともかく、20世紀中旬になってくると予算船がやってきて鉄道がみかん輸送の覇権を握るようになります。その頃は瀬戸大橋線なんてチートはないので、宇野から高松の連絡船が必須の存在でした。ですが岡山近傍まで行っちゃえば近い。そのため本州に上陸したみかんたちは愛媛号や四国号といったみかん向けの貨物列車に招待され、汐留まで丁重に爆速で運び出され、3日目の競りに売り出されていました。さしずめみかんのお召列車ってわけで、たかが柑橘類のくせに小生意気です。しかし犬をたっ飛ぶ徳川綱吉狩りに、みかんへの偏愛志向があった人類どもはこう思いました。ネズミさん式に需要が増すみかん様には、連絡船も駅での積み替えも狭苦しいのではと。だからまず松山あたりの農協が鉄道を見かけてトラック輸送を始めたのでした。最初こそみかんの次に大事な銭を守るべく、トラックへの移行は消極的でしたが、1980年前後には本州の高速道路が売れてきたり、国鉄の貨物技術が裏なりのように未熟だったりと、八幡浜周辺の農家にもトラックを使うに足りる理由ができたのでした。みかん様もリムジンに乗せられる時代です。てわけで現在八幡浜駅はみかん輸送はおろか、貨物駅としての取り扱いすら差し押した完全にカラッカラの悲しき駅になってしまったのでした。せっかく人がみかん輸送の公爵を垂れているのに、なんか車窓がうるさいですね。中でもひときわ目を引くのが、自然淘汰ごときで絶滅したくせに嫌に神格化されているマンモスの偽物。これはバラマンモスと呼ばれており、この宵脇駅周辺のレンゲ祭りを盛り上げるべく、武蔵野美術大学とタッグを組んで地元の連中が作り上げたもの。バラは毎年春先に張り替えられているらしく、バラはその化粧直し直後の姿を見たのじゃろう。こいつがもし生きてたらばきっと食われて人類の血となり肉となるはずなのに、人間からわらと体力とをいたすらに巻き上げるだけのこいつは人類よりも食物連鎖の上にいること間違いなし。ところでその手前あたりで何やら大会の準備っぽいことやってましたが、この日本一餅つき大会と称するものもレンゲ祭りの一環。600キロのもち米をペッタンペッタン、使う臼の直径は3メートルにも上るらしいです。サルカニ合戦の報復でそんな臼なんか使ったら、まず臼が傷害罪と器物損壊罪で逮捕されることでしょう。それ以前に不法侵入で捕まるべきだし、そもそもの童話の発端が傷害罪なんだよ。これこそトマス・ホッブズが唱えた万人の万人に対する闘争で導いた地獄か。そんな法律事務所かぶれの雑考察はどうでもいいんけ。宇野町に着くらしいっす。かつては商人の承認欲求にまみれた土地だったんで、うだつの町並みとして名を馳せている重要文化財が並ぶ観光地です。ちなみによくに見えているくぼみは伊予灘線の時に真横を通った肱川です。ただあそこから直線距離で30キロも離れていないのに、この低たらく、うだつのグレードで競り合うような町並みで、そんな一平卒未満の流量じゃ許しがたいですが、肱川ってのはカタカナの J の字よろしく肘のように曲がっているので、今はこんなちっぽけでも途中の四国山地部分で視線を巻き込むので問題なし。でも一級河川にしては貧弱で、見てくれは広がりのもやじです。しかし走る部分はすこぶるピーキーで、ここからの線路は乱高下が激しくなります。証拠も大事ですが、まずは論から。それがボイロ解説ってもんだ。八幡浜以南の鉄道路線は宇和島線って呼ばれていました。口述しますが、宇和島近辺にはすでに今の与田線の一部を作った宇和島鉄道なる私鉄が存在しており、そこからじわりじわりと北上し、八幡浜に向かって距離を詰める方式が取られました。ところでこの図覚えてますか？そう、県政の上等で撒いた清掃の種ですね。下灘経由か内子経由かで揉めたやつですが、内子経由のやつが宇和島に微妙に繋がってないことにお気づきでしょうか。それもそうで、こいつね、宇和島鉄道の途中駅近長を終点にする気でいたんです。だからこの特急も宇和島を通らないどころか、宇和海もへったくれもないものになる運命があったという。まあそんな運命もなかったことにされるんですけどね。とにかくその宇和島鉄道とセットで呼ばれた宇和島線は、1941年には宇和島から宇野町を開通させ、残すは宇野町から八幡浜のみでした。ところで1941年の末、何が、そう、太平洋戦争ですね。食い気味に言ってくれてありがとね。その戦争で数々の路線が不要不急呼ばわりされ、大なたを振るってレールが徹底的に剥がされていき、さっきすれ違ったアンパンマン列車とは対極のどんよりしたムードが地方各線を包むように、しからば宇和島線も首を切られて工事が当面ストップしているのだろう。
なんて考え方をするのはペシミストの悪癖。実際はむしろゴリゴリに敷設が進み、1945年の6月にはあれよあれよと開通したのでした。敷設が進められた理由としては、愛媛と大分の間に鎮座する豊後水道、そこを死守するためなら資材を喜んで投げ打ってやる、そうした国家軍部からの要請があってとのこと。ただ心意気は見事でもない袖は触れないので、資材を持ってくる必要があります。そこで目をつけたのが、あの伊予鉄道の高浜線。このレールを強奪し、宇和島線のものとして私物化すりゃ、負担する鉄の量は非常に少なくて済みます。伏線化のための用地買収には難儀した。今も高浜線の末端部は単線から出してないんだぞ。戦時下のコンコルド効果をなめるなよ。こちとらもうすでに敷いた分があるんじゃ。ってわけで終戦に先立つ2ヶ月前、宇和島線はここに全通したのでした。ついに地元住民が夢にまで見た四国循環鉄道の一端ができたとのこと。最後とかご利用士官満載だし、伊予鉄界隈からしてみりゃ宇和島線なんて加害者なんですが、闇雲に敷設を進めた宇和島線からしてみりゃ加害者意識なんてあるはずないです。あるパワハラ関連の調査だって被害者になった経験は3人に1人が持ってるってのに、加害者の自覚があるのは2000人に1人とかいうくらいだし、宇和島線にまずそんな自覚はないでしょう。ところでその宇和島線ですが、開通後一瞬で宇和島以北は予算線の一部になったばかりか、四国北部2県をなめるように高松から宇和島の直通列車も運転されたので、豊後水道の防衛線なんだという意識は催眠術張りに強く働いていたことと思われます。結局宇和島線が本来の目的で使われることはなかったのですが、ある意味それで良かったかもしれません。軍部としては不本意だろうけど、その頃ともなると本土決戦とかいうシャレにならんこと言ってたので、入り組んだ宇和海に接した吉田湾を望み、千長越えを33パーミルでぶっ飛ばしていき、国道56号とちちくり合ううちに開けたところに出るが早いか。宇和島に到着。予算線はここで終幕ってわけで、沿岸部ということもあり、愛媛のじゃこ天は主にここが生産地となっています。いうところによると、仙台のかまぼこ職人をここに呼んで作らせたものだとか。だから去年の某秋田県知事は、愛媛のみならず仙台をも敵に回したことになるわけですよ。東北唯一の100万都市に対するやっかみを、そういう間接的な形で表現しているとしたら、かなり高度です。で、一番線の片隅には、アンパンマン列車のスタンプラリーが、ついに悪道を拳で山奥までぶっ飛ばすような、官営邪地のパトロールにすら飽き足らず、四国をのらりくらりと徘徊しては、さらなる喝采を子供から浴びようってわけですか。まるでこの南予山ヒノキで作ったベンチのように、それ相応のぬくもりに満ちた人情を欲しやがって、正義と自己顕示欲とはやっぱり比例するものなのかもしれません。あ、そうそう、このベンチは予算線と同じく宇和島から立つ与田線のホビートレインを模したもの。まさしく次の乗り換え先は与田線なんですが、まだ100分以上あるのでとっとと改札外へ。ってわけで66カメラも回さずにすごくカジュアルに観光してました。まず映っているうどんは大助うどんなる宇和地方を牛耳っているチェーン店のやつ。セルフ方式のうどん屋さんですが、一玉ごとにきめ細かく量を調整できるのがありがたい。料金も4玉未満か以上の2パターン足すトッピング代と単純明快。でも主鮮度の悪癖もあるし、この後歩きまくり大使で3玉に抑えちゃった。何よりうちはどか食い気節部の部員じゃないし。で、ひとしきり散策して駅に戻ってきたんですが、なんかてっちゃん行幸のオブジェクトがありますね。これは宇和島を初めて走った機関車を入念にトレースしたものだそうで、こいつでさえ一発の公共交通機関として馬車馬のように働いていたことを考えると、ちっぽけだという嘲笑すらも飛び越えて、もはや愛くるしさすら覚えてくるものです。その付近の看板には実際の機関車の音が鳴るボタンと鉄道消火を奏でるボタンもあります。なぜ鉄道消火も鳴るんだっていうと、その作詞者が宇和島出身だかららしいですね。ここではあえて鳴らさないので、画面の前の皆様方はぜひ現地に赴いてご確認を。そう忠告したところで、どうせググって確かめるんだろ、このインターネット中毒が。よっしゃ、宇和島駅から向こうの駅の淀線が出るんで、とっとと戻りまんこ。宇和島から久保川駅の淀線が出るんで、とっとと戻ります。淀線で下ネタを小1時間考えたけど、何も浮かばなかったのでボツ。世界一無駄な脳のリソースの使い方したわ。これから乗る淀線は右に止まっているやつですね。サラダに擬態する食虫植物かのような奇抜な色合いをしているこいつは、淀線三兄弟ホビートレインの一人で、カッパウヨウヨ号と呼ばれているらしいです。カッパは川が好きなので、足元に尿の川を形成してほしいという意図からか、2時間超えのロングラン列車なのに、車内にトイレはありません。今日最も人権を失う可能性があるのは、まさにここです。その代わり、排泄もできない乗客をせせら笑うかのように、車内には千差万別のフィギュアが、所せしと並べられています。モザイクで何も見えないって？私の美しい顔が反射してるんですよ。見てわかるでしょうがボケ。この折戸も怖いのでモザイク。12時18分、宇和島を出発。2時間後の長時間停車までトイレタイムはないので、あとは暴行とのガバマンコ対決です。あと、さっき宇和島町内含めて6000歩以上歩いてご陸送疲れたので、高面展望は勘弁してください。さてさて、与田線の運行形態は、その名の通り、愛媛の宇和島から高知県の久保川までを結ぶもの。与田とかほっざいている割には、両県の足首程度のところをのたくるにとどまっているのですが、
他にこの2県を結ぶ路線はなく、淀を名乗る資格など点でないような奴らばっかりなので、ブルーオーシャンを謳歌するかのように、淀の座を独占しております。とは言ったけど、実際は宇和島も久保川も、両端とも他路線に飲まれてるから、淀線としての本当の区間は、北宇和島から和解という、マイナー駅に甘んじており、もはや、旧国名の境地も減ったくれもないような路線となっております。そんな淀線ですが、計画は明治時代から、部分開業は大正初期という、由緒ある路線ながら、全通を見たのは昭和時代の後半という、名前に反して随分若造な路線です。ま、最初は狭い地域のポテンシャルを引き出すのが目的だったんで、じゃあ語っていきますか。淀線は、全通前は宇和島線と呼ばれ、国有化前は宇和島鉄道が掌握していました。ところで、その宇和島鉄道は、2代目にあたるもの、ってわけで初代がいたんですが、その野心は幻となり消えました。その初代宇和島鉄道のゴールは、単純にして端的。紀北町エリアからの物資を宇和島まで運び、宇和島に着いた物資を港から運び出すだけの簡単なお仕事でした。てわけでまず、宇和島から吉野部の敷設を計画。これが1894年頃のことです。申請直後に日清戦争が勃発したので、宇和島鉄道としては大チャンスでした。ただ、日清戦争は盛大な死亡フラグでして、だってみんな同じこと考えて同じもの作るじゃん。そりゃ、過剰供給で景気もどん底になるよ。てわけでこの会社も不況の荒波に飲まれ、そのうち敷設するから期限延長させて、と、切羽詰まった挙句、日露戦争でさらに事態は悪化し、最終的に会社が解散となりました。その末路たるや、すべての国書を青春に投じた挙句、夏休みの宿題は来週出しますと吐き捨て、都へ旗へに機弁を浪しては、宿題の山をうやむやにせんとする小学生を想起させるもの。与田線でさえ、北宇和島で予算線と決別したんだから、クソガキの皆様も、長期休暇とのお別れを認めなさい。ところで余談なんだけど、北宇和島から宇和島のこの線路は、一応新線で、開業当初の与田線はもっと西側、高串川対岸の国道56号に当たる部分を通ってから、ぐぐっと東にそれて、この辺りで現在の線路に合流していたとのこと。だから北宇和島駅なんてのは、開業当初はなく、代わりにこの辺りに高串駅があったそうですが、予算線の工事にもみくちゃにされた結果、高串駅は赤子の手をひねるかのように廃駅となり、その侘び石的な意味合いを込めて、新線上に北宇和島駅ができたとか、宇和島界隈の鉄道の明け子のは淀線だってのに、ことごとく尊厳を踏みにじられているあたりに、淀線の芸人キャラ的存在は、当の昔に決まっていた感を覚えます。ただ面白いのは、その芸人キャラが100年近く前から、今も続いていることかな。10年くらい前に、否定を売りにして、一世を風靡した日本エレキテル連合でさえも、他にもネタはあるから、と言いながら、氷が溶けるように表舞台から消えていったので、昔は踏み台にされたローカル施設、今はトイレなし長大ローカル線として、芸人としてのメンツを潰さずに生き延びているのは、ある意味では、賞賛に値します。褒められるべきかはともかく、かくして、宇和島鉄道の屍の上に立ったのは、これまた別の宇和島鉄道でした。糸は初代と同じなあたり、残機が1減っただけのマリオみたいなノリではありますが、時期の代表者の顔ぶれも随分変わっています。まず時期は、あれからちょっと下って1910年。ただし無鉄砲に敷いていても、同じ鉄を踏むだけだっていうので、敷設にあたっては、伊予鉄道の社長を訪ねて、手取り足取りエトセトラ教わったと言います。その時彼が言ったことこそ、初代の宇和島鉄道を再興してみれば、ってもの。だから2代目とは言ったものの、初代の転生版って色合いの方が強いです。しっかし JR 線を語っているはずなのに、なんでそこかしこで伊予鉄道が出てくるんでしょうね。その八面六臂っぷりたるや、福音書にも迫る勢いですよ。とにかくそういういきさつで、1911年に宇和島軽便鉄道が立ち上がったのでした。不説の意図ですか？見りゃわかるだろう。現地まで赴いといて、文献とだけにらめっこするのは、定食の具材だけ観察して、一切食わずに帰るがごとし、あんまり人様を侮辱するなよ。ちなみにさっき越えてきた山間部は、的の塔と呼ばれる難所。でかい川がない分、クソデカ橋梁もいらなかったのですが、その分、中身がない政治家くらい、ふんぞり返って頑とした地形がそびえていたようで。で、宇和島軽便鉄道が、その峠区間の工事に着手したのは、大正元年、1912年のことです。全体的な区間としては、宇和島から近長という、淀の土とかいう字もないような場所で止まっており、口だけは達者になりがちな施設界隈において、随分堅実にまとまっている印象を覚えます。ただし外面では、多少なりとも虚勢を張っておきたいのか、着工と同時期に、社名から軽便を取って、タスキについた埃を払うかのような面持ちで、宇和島鉄道と称するようになりました。どうせ線の幅は762ミリから変わらないのに、背伸びしておきたいあたりがガキみたいで可愛いね。なお、宇和島から近長の完成は1914年。今年で110歳を迎えています。どうせ人工物だから今後どんどん朽ちていくだけなのに、経年劣化を祝うなんておめでたい頭してんな。そうは言っても110年前の軽便鉄道たるや、吹けば飛ぶほど貧弱なもので、さっきの北宇和島から無電の30パーミル区間だって、上り坂の方は余計に5分かかるといったありさま。そればかりか、乗務員が列車から降りて、線路沿いの板取りをのんびり採集したとしても、せっせこ小走りで走っちゃえば、あっさり追いつけるほどのトロさだったと言います。
現代だったら業務に関係ないことするなと誠実さにかこつけてクレームが飛ぶのでしょうけど、当時の乗客なんてどうせ鉄道を信用しつつ鉄道を信用してないので多分問題はなかったことでしょう。文句は信用が裏切られてこそ初めて浮かぶものなのだよとか言ってたら、いよ宮の下に到着。割合華奢だと侮るなかれ、開業当初からの立派な行き違い駅です。北宇和島から近中の間で行き違いができるのは今もここだけなので、だいぶご自慢の駅ですよ。でもそれ110年前から進歩してなくねと言われたら、グーの音も出ないけど、そんな宇和島鉄道ですが、資金面で2回も美味しい思いをしたとのことで、まず1つ目に軽便鉄道補助法。これは国鉄線の周りからゆっと伸びる鉄道を救いたい、そういう思いで交付されたものでした。だから、カレーの福神漬けのごとく、絶海の孤島の端っこにうずくまっている宇和島鉄道には、軽便鉄道補助法を申し出ようなんて、逆立ちしても無理な話、のはずでした。ところが、制定当初の明治末期は不況で、まるで誰も釣れません。立てた予算が使いたくても使えない以上、本当に面目が丸つぶれ寸前といったところでした。そうなりゃもうやけで、接続線など知ったことかと、よりによって隔絶されきっているはずの宇和島鉄道に、羽振りよく資金を当てがって、政府として面目を保とうとしたのです。足元が生まれたての小鹿くらい不安定な宇和島鉄道としては、棚からぼた餅この上なかったことでしょう。そんな美味しい思いはもう一回してます。それが県費の補助。この当時、予算鉄道と愛媛鉄道の土台を作りたいって意図から、東予と南予が五越同州、県費を可決して、その2鉄道にひょいと上げようとしたのでした。ところが、予算鉄道は政府に寝取られ、愛媛鉄道は見事にふにゃちんに。これじゃ話が違います。痛い気な小学生が、パンはパンでも食べられないパンはなんだと、あざけりながら言った後、答えはパイパンでしたとか言い出すくらい、裏切り方がえげつないです。パイパンも食えるだろ。とにかく、そのおこぼれをすすり上がったのは、またも宇和島鉄道でした。さて、人間ってのは、喉元すぎれば暑さを忘れるくせに、甘さは始終忘れることがないわけで、最初こそ、支援を受けることに猛烈に反対していた人も、会社の中にいたわけですが、いざ補助金が舞い降りてくると、災害関連の情報を爆追しまくるインプレゾンビくらい、無情の喜びを覚えるもので、結局その人は遠心時、補助金めがけて奔走したとか言います。よく宝くじは期待値の低さから愚か者に課せられた税金とか言われてますが、その愚か者ってこうやって社交心と貪欲さに脳を破壊されてこそ生み出されるのかもしれません。ほんで近長駅に到着。10往復以上あって使い勝手がいいのはここまで。新幹線のかけらどころかファントムすらないこの地域で、突如として新幹線っぽい車両が見えてきました。あれもホビートレインの一つで、宇和島鉄道から数えて与田線が100周年を迎えた2014年にキハ32を思いっきり改造してゼロ系新幹線のサルマネをさせた車両です。サルマネなので、鼻の部分はメッシュ加工です。実際、与田線は言わずもがな狂気だし、新幹線の必要条件たる基本時速200キロの半分にも届いてないけど、最高時速85キロの日本一遅い新幹線だというお墨付きをもらい、愛くるしく走っております。でもトイレはないので可愛くない。クソが、新幹線名乗るのやめろ。さて、シャニムニ線路を近長まで伸ばした宇和島鉄道ですが、延伸を考えるときも、とことん堅実。物資輸送を目指すんだったら、言うて高知まで伸ばす必要はなくないかと、延伸区間は、県境手前の吉野部に留めておくことにしました。高知からしてみれば、煽りの真骨頂もいいとこですが、そこは宇和島の経済圏でもない過疎地域が、物資頼とシャシャルなって混沌なのでしょうか。ってわけで、1920年に吉野まで開業させます。今で言う吉野部だと思ってもらえればよし。野部。沿線には、数百年も前から、愛媛と高知の橋渡しを担う松丸も存在していたので、延伸当初はそれはもう、勤労でジブリが放映されている時の SNS ばりの賑わい方でした。ってわけで松丸駅。付近の松丸街道は、ことに往来が激しく、幕府ぶっ潰し同盟をニヤニヤしながら仲介した、かの坂本龍馬も、松丸街道を闊歩したと言います。そんな動乱の時代とは打って変わって、現在は平和な憩いの場という趣が色濃く出ており、ホームの向こうには、松野町が JR 四国から土地を借り、4億円をかけて作った交流館が鎮座、森の国ポップ温泉なる温泉施設も備わってます。JR 四国の駅に併設された日帰り温泉としては、第1号。一瞬でのぼせそうな名称に反して、カラスの行水みたいに即撤退するわけでもなく、地域のシンボル並びに、与田線の観光名所として、旅人と懐を温めるべく奮闘し続けております。私も汗だくなのでめっちゃ入りたかったんですが、そういえば次の久保川行きが5時間後なので、このノリで温泉に入ると、五臓六腑は温まるのに、肝だけは氷水につけたように冷えまくる。なので、ほとんど停休しながら、松丸駅を後にします。そことは打って変わって、随分のどかな吉野部駅。もともとは吉野駅と称しており、もうちっと西側にあったらしいのですが、宇和島鉄道を国鉄の持ち物にするついでに、吉野部駅に改称した上で、延伸が視野に入ってきたら、今のクソ緑極まる僻地に移転したとのことです。ってわけで国有化を語るんですが、宇和島鉄道には、とある夢がありました。その夢こそ、他でもない四国循環鉄道。それなのに、歯の隙間に挟まったネギを救い出すかのように、ちまちま地域輸送に甘んじるとは何事でしょうか。
四国循環鉄道という特盛な野望のためなら国鉄に座れるのもやぶさかではない。そう国鉄に力説せんとしたところ、国鉄にもそこそこでかい考えがくすぶっていたようで、予算線を敷きたいから買収希望ぬという声がじわっと上がってきたのです。地下長経費の予算線も計画としてあったことはさっき話したよね。ちなみに地下長に予算線を通すんだったら、本来の買収区間は宇和島から地下長になるはずですが、地下長から吉野部だけを残しされても経営が成り立たないので、全線買収しろという働きかけがあったそうな。まあ貨物の搬出を目当てにする鉄道が山間部に幽閉されたら意味わかんないので、そこは妥当です。かくしてお互い地域に根を張った者同士、巨大な野心を突き合わせるに成功し、いわば巨根の兜合わせが成立したってわけで、宇和島鉄道は1933年に全線が国鉄宇和島線として再出発。一応回帰はなされたけど、予算線のルートから丸ごとはしごを外されたばかりか、宇和島から北上して八幡浜を目指した方の宇和島線でさえ抜け抜けと予算線に寝返りやがったので、宇和島線の最盛期はここに終わり、今後はローカル線の座に甘んじる義務というセーヌ川の水質くらい綺麗な名誉をここに体感したのでした。水質の話をしてたら、ちょうど四万十川が見えてきましたね。高知県に入って2駅目にあたる江川崎を過ぎた列車は、最後の清流として名高い四万十川と終点の久保川まで戯れながら歩を進めます。ところで四万十川が最後の清流と呼ばれるゆえんは、豊かな自然及び生態系もさることながら、ダムが一個もないってことも理由の一つになっています。しかし清流の定義がそこにまで落ちぶれようとは。だって全国各地から清流が消えることなんて、他でもないお前ら人類が望んだことだぞ。何わけしり顔で最後の清流だのとほざいてるんだ。日本各地清流が潰れてかわいそうだ。文句は向こう見せて開発を続けたり、保身に回ってダムを建てたお前の祖先に言いやがれ。虹色ダムの腹ペーニョが回転するでおじゃる。狂愛な山々の間をくぐり抜け、博駅に到着。いつぞやの豊玉ゆ子が見たらくるくる舞いながら聖地巡礼でもしそうなこの駅ですが、毛量は由来とは関係ありません。何せ平家の落ち武者がここまでとんずらしてきたとき、平家を名乗るとぶっ潰されかねないとみて、平らの一番上の縦棒を下に持っていって藩にしたってことに由来するので、もしこれが IQ サプリのマッチ棒パズルだったら伊藤四郎からある程度褒められたのでしょうが、血で血を洗う戦乱の世では無用の長物だし、現代においてもかの馬刀とは同意義語。マシケーキが刀の昔に消えた今、別の意味で後ろ指だけを刺されるような突き詰めた残酷さを凝縮した駅となっております。しかし車窓は風光明媚。風光明媚って所詮クソと田舎を小綺麗に言い換えただけなんですが、それはともかく、この県境越え区間に関しては地形や線形もさることながら、やけどするほど熱烈な地域住民の誘致もあって、苦節までの道のりが文字通り険しい区間でした。まず宇和島線が国鉄の持ち物になり、運賃も半額くらいになったおかげで、あの可愛らしい生物のような形相で我こそはと鉄道に群がった地域住民、旅客が3倍に増えるほどの盛況の中で恩恵をことごとく享受したのに、高知県を巻き込まないなんて考えられんし、そもそもこいつは鉄道敷設法でも計画された路線だぞってことで、国有化から開発入れずに野戸鉄道促成同盟会なるものが江川崎で開かれました。ただ四国循環鉄道を完成させた方がいいってのは国鉄も大体分かっていたんで、1939年には江川崎線と称して吉野部から江川崎の県境区間にボコスカ着手し、大体路盤工事までは完成させたのですが、戦争でそんなことも言ってられなくなり、寸止めみたいなノリで工事はストップ。四国循環鉄道の夢は一旦途絶えます。ただその間も住民はたゆまぬ努力をしつこく続けていました。第一、江川崎線の工事だって代議士がわーわー騒いだ結果始まったもの。そんな俺らが久保川から江川崎を結べないことがあろうかと、そうしてエゴイズムに満ちた学習がいびつな方向に走り出し、何回も代表者を鉄道局に送り込むという板伝以上の悪質行為を並たくましく続けた結果、1952年夏に江川崎線が再着工し、53年春先に開通。基本的に工事環境は厳しく、徹夜作業もさることながら、電力の供給もコンビニのサンドイッチの具材くらい貧相なので、ディーゼル発電機を使う羽目に。ところがそんな観覧シンクなど地域住民の知るところじゃありません。続けざまに江川崎から久保川に線路を敷くと、一致団結で運動を継続したのでした。ギャーギャーわめいて鉄道という餌を求める姿勢はそこらの犬よりも分別がないですが、四国循環鉄道は一朝一夕にしてならず、やはり高知南西部に一石を投じたかったのです。ところがさらに南西部にいた同盟会としては、いやいや何をおっしゃいと、鉄道は一本化すべきだし、その一本を費やすなら海岸沿いだろうと。ってわけでこの辺にいた人が農地区の開発を目指す同盟会でごねて、海岸ルートを通せとゴリ押しで採決したそうな。互いの足を引っ張り合って輸血を覚えてんのに、四国の開発を標榜しているその図太さからは、炎上も一目盛り性も知ったこっちゃないという反狂乱で餌を貪る金獣のマインドを感じます。とにかくそんなことを知った四万十川沿いの住民は黙っちゃいられません。
だから愛媛県に味方についてもらった後、四国鉄道管理局と東京に突撃して騒乱を起こし、16タイプ性格診断とかいう宗教に囚われた現代人のごとく、淀線の着工を愚直なまでに盲信した結果、江川崎から久保川の区間は1956年に調査線、57年に工事線の仲間入りを果たし、59年からはついに本格的な工事が始まりました。また四国南西部の住民をつけ上がらせちゃったよ。とにかく久保江線の名前で始まった工事、はじめはハキハキ歯切りよく久保川から進めようと、そう心に決めたんですが、四万十川水系のダム計画でふがふが揉めたようで、久保川方面からの工事は眠るように一時中断となってしまいました。あの鯉のぼりの大群のように軽やかな布設を恋願った地域住民はさぞ肩を落としたことでしょう。あっそうだ、十川駅付近から見えるあれは鯉のぼりの川渡しと呼ばれており、鯉のぼりを見たいとわめく子供らの願望を叶えるべく体育会の人が奮闘したことに始まる四万十町の名物。今は全国各地から鯉のぼりが集まり、約500匹の鯉のぼりを卓形に処する一大イベントと化しております。もはや子供の夢を叶えるためじゃなくて、鯉のぼりをあげるための鯉のぼりと化し、イベントが完全に自己目的化してる気がするけど、町おこしのためならやむを得ないのでしょう。からの土佐昭和、かつてここは西上山村と称したそうですが、昭和天皇の即位に伴い地名が昭和になったそう。現代で同じことやってたら完全に興ざめですが、昔だから許されたノリですね。新山口駅の所在地、某平成筑豊鉄道の駅名。さて、久保川サイドの工事が止まった久保江線ですが、一つ問題を抱えるようになりました。その元凶が国鉄中村線。現在は土佐黒潮鉄道に移管されてますが、この中村線は山々を縫って走る久保江線とは対照的に、海岸沿いを回り込むルートを取るものでした。久保江線も中村線も、それぞれ連絡、開発の観点から重要だよねってことで、敷設が決まったのです。結果論にはなりますが、いつぞやの一本化すべき論は、地元の利便とかじゃなく、いかに相手に損させるかという、人間の濁り切った感性を抽出して凝縮したコメントだったんだと伺えますね。これだけなら良かったんですが、問題は、中村線と久保江線が同時着工で、かつ、中村線の方の工事が、割合順調に進んでしまったこと。中村線は、久保川から川奥信号場を取り出し、山を貫き海に出て、土佐坂まで完成しているのに、劣等生の久保江線を待とうなど、中村線の腹の奥で燃えるプライドが許しません。だから中村線は1963年に久保川から土佐坂まで抜け駆け開業を果たし、久保川を起点とするはずだった久保江線は一駅先の和解というよくわからん場所がスタート地点になり、淀線全体の区間で言ったら北宇和島から和解なる一路線を背負うにはあまりにもキモい区間となりました。輝かしかった久保江線の名称も一転、もはや筆舌に尽くしがたいほど朽ちた気もしますが、ここで引き返したらチキン野郎の楽園待ったなし。1963年には江川崎から工事を着々と進め、64年には鉄道公団に工事を任せ、両サイドからどんどん進軍していきました。江川崎から久保川の工事に関しては、見ればわかるくらいヤバい場所をたどっており、橋梁だけで実に4キロ近く、同区間の 8% をも占めています。ちなみにトンネルは約 13.6 キロで、全長の 28%。ある意味、鉄道公団だからこそ、できたゲートだと思います。こんな儲かりっこない路線を敷いてしまった頭のネジのぶっ飛び具合も含めて、これを土佐右線の迂回ルートと称賛する声もあったけど、マジ何言ってるかわかんないです。からの土佐大正駅に到着。元は田野野という集落を持つ東上山村なる自治体だったようですが、大正天皇が即位した時に大正村に名前を変えたとか言います。駅名はそれが由来。陰でこそこそやってるローカル線のくせに、なんで名前だけは一丁前にうるさいんですか。ところで向こうに映っている山吹色の列車は、淀線三兄弟のうちの一人、四万十六個、略して万個。土日や連休を迎えると、オープンデッキのトロッコ車両を後ろにつなぎ、四万十川を取り囲む空気を肌で感じられる、爽快感に満ち満ちた車両へと化けるそうです。しかしそうしてパリピ精神に脳天を侵されるのも、土日祝とかの短い間だけ。今日みたいなどうでもいい日は、トロッコの雰囲気をみじんも感じさせぬ、口だけの存在になり果てます。オンとオフとを一切何の心置きもなく、ぬけぬけと使い分けられて偉いね。ちなみに本来だったらこの土佐大正駅でトイレ休憩タイムが与えられるはずだったんですが、もともとこの列車が遅れ気味だったこともあり、行き違いを済ませたら速やかに出発したため、チキチキ地獄のノンストップ出勤耐久レースがこの列車内で開かれることになってしまいました。絶対漏らさんぞって意思表明は、漏れなく全員が済ませていることでしょうが、漏れなくだけに。果たして淀線でよどみなく敵を吹き出して、よよと泣く人は出るのでしょうか。今後の活躍に期待ですね。ところで、線路上をよろめくトロッコなんて、今でこそ新規性など皆無もいいとこですが、1984年のデビュー当時は、万来の拍手をもって迎えられた、非常にアンコモンな存在でした。その淀線のトロッコは、現在2代目の名前、ブーサイ。初代は、清流四万十港という名でやってました。40年も前の国鉄時代からやってるんだから、観光路線としてはすっかりベテランです。
言い換えると40年前から地元輸送なんか負け戦だったってことです。実際それは輸送密度に現れていて、国鉄再建法で地方路線を切っていく作業の時、なんや輸送密度2000切っとるやんけと第二次特定地方交通線の仲間入りを果たしかけたのです。ただ身もたれするほどの山々の間を昭和後半に道路が貫けるわけもなく、まあ並行する道路もないしくらいの軽いノリでそのグループから外してしまったのです。こうして JR 四国の足かせとして民営化最序盤から輸送密度575を叩き出し、ラミンを貪り続けた極悪非道の化け物は、もはや公正を望むべくもないけど、 JR としてはせめて体裁くらいは整えようと1997年に全国から愛称を募り、その結果ヨド線は四万十クリーンラインと名乗り始めました。あとヨド線三兄弟を走らせたり、トロッコを回収したりと、ジャパネット高田張りにあの手この手で乗車欲をかきたてていったのです。その結果2023年度の輸送密度はどうでしょう。なんと150。フリー切符を除外すると130になるんで、かなりお察し感が強いです。なので利用促進に向けた協議会を開いたり、廃線になりそうな議論を徹底的に忌避したりと、ぬらくらと廃線から逃げ回っているようですが、少なくともその未来は明るくはないでしょう。あとこれは横やりかもしれないけど、協議会の面々ってちゃんと鉄道を使ってんのって言ってたら家路川に接近。なんか四万十川の流量をがめつく牛耳ってそうな施設が見えてきましたね。これまで田村市川に恍惚の表情を浮かべてきた我々の脳を、ネトラレビデオの要領で破壊せんとするこいつは佐賀取水石、山を隔てて海近くにある佐賀変電所のために水をせき止めたり吸い上げたりする取水石、吸い上げられた水は別の川に流されるので理論上は水を汚染してないことになります。しかしそれはトランプタワーのように精巧ながら脆い理論の上でのこと。生態系はフィナンシェよりも崩れやすいので、水温とかでいかようにも変わってしまうもの。だから環境保全が叫ばれる平成以降、撤去を求める声が幾度となく上がるようになりました。ところでさっきからなぜダムと大っぴらに言わないのかというと、単純にダムの定義を満たしてないからです。ダムは15メートル以上ということになってますが、佐賀取水堰はその半分の8メートル、到底ダムを名乗る資格などありません。でもこの地域としてはそんな杓子定規な定義などジャコペンよりもさまつな存在に過ぎないのか、猫も杓子もこそって家路川ダムとおじけづくそぶりも見せずにダム呼ばわりしています。これはダムなんだから撤去しろという意見を頑として譲らない姿勢がなんとなく見えます。あるいは家路川ダムとダムのことをうつけ者呼ばわりして撤去に追い込む姿勢だったら、聡明さと浅ましさと腹の底で煮える憎悪が混然一体となった憎きと悪魔たっぷりを感じるものです。土佐黒潮鉄道の中村線と合流し、こちら川奥信号場、完膚なきまでに人里離れたこの地で行き違い列車の待ち合わせを行うってんで、しばらく停車するよう。とはいえ列車は待ってくれるけど、暴行は待ってはくれません。ましてや土佐大正に差し込んだトイレ休憩という一縷の望みをぶち壊された以上、我々にできることなど神道を滅却すれば与田線もまた進しと念仏を唱えることのみです。砂時計の砂が落ちるのを待つ思いで砂を噛むような車窓の川奥信号場を過ぎ、こちら土佐黒潮鉄道の和解駅、駅名標にも淀線接続駅とうやうやしく書かれていることが何よりの証左です。和解から久保川は当然 JR の管轄じゃないので、ここを18切符で越えようものなら漏れなく210円という18キッパー基準なら大金に値するであろう額を徴収されます。この予告にビビって最後の最後でしょんべん漏らして与田線に屍を作った旅人の数は山のごとし、多分。なお JR 四国内の与田線に乗れるフリー切符の場合、和解から久保川も基本的に有効区間に入ってるんで、与田線に18切符で乗るのは中途半端に損なのかもしれません。とか言っているうちに田園風景に佇む和解駅を飛び立って、ハイパーベルトのように群がるカッパ、すなわちカッパー久保川に到着。果てしなく長い与田線の旅はここに終止符を打ちます。ちなみに宇和島であんだけ悪かった与田線との接続はヤンニョルかな久保川でも著しく壊滅的なもので、次の高知方面の列車は80分後に特急、2時間後に確定。そんな惨状ならばと1本後、5時間後に来る与田線に飛び乗ろうったって、久保川から高知方面に抜ける列車は19時台前半が終電。19時40分に久保川に着くその与田線ではトイレもなければ接続列車もない。針のむしろの上で反復横跳びをするような研ぎ澄まされた修練場へとなり果てます。だから意地でも早起きしてここにたどり着きたかったのです。とかいうだべりで80分も時間を潰せるわけないんだよな。どうしよう、このままだと脳みそのエントロピーが吹っ切れるぞい。あの久保川と並んでいたであろうアルファベット張りに吹っ切れるぞい、ぐぬぬ。とりあえず近くのたこ焼き屋さんに寄ってきたんで軽くご飯でも食べましょいっと。うまくて激安でうまかったよ。駅近くには四万十町の役場がありました。四万十町のヒノキをふんだんに使った町役場は、外観のみならず構造もモダンそのもので、役場は東塔と西塔に分かれており、二つの塔は透明感あふれる自由通路によって接続。由緒正しき鉄道の線路に対して、文字通り高飛車な態度を取るなど、造作もないことです。
人類が培ってきた根源的で本能的栄誉も一別したことだし、とっとと改札内に戻りましょうか。次、中村線から突撃してきた特急足摺号、高知行き。足摺岬がその名前の由来だってことは想像に難くないでしょう。特急バスに車両は2000系、不和解で乗ってきた運2000系の先輩身分。しかし先輩だろうとお構いなく、その内面は徹底的に錆びていくもの。だから2010年度あたりから破壊的なリニューアルが施されました。しかし側だけ取り繕うのは先輩の風上にも置けない。そう、男はハートで勝負。まず床がカーペット敷きのものから木目調の落ち着いたものに。そればかりか座席もくすんだ藍色から一転みずみずしい色合いになってるよ。あとは座席や床の取り替えと同時期じゃないとは思うんですが、車内 LED もゴリゴリにフルカラー化されてますね。とはいえ三千と輝く車内 LED の上半分は四国の三千世界を小説する気が点でなさそうです。名実ともに暇を持て余したアッパークラスになり上がってよと思いつつ、15時56分久保川を出発。さてさて、この2000系 JR 最初期のオンボロ機動車と侮るなかれ、制御付き振り子装置を搭載した世界最初の機動車なのです。これ以前に制御付きじゃない振り子電車に関しては国鉄の 3-1 系なんかがありましたが、ゆったり八雲と名付けられたリニューアル後の 3-1 系でさえぐったり八雲という名誉ある別称を旅人から授かるほど、その乗り心地は劣悪でした。何せこの当時の思想たるやずっとん強なまでにスピード強で、乗り心地のことなどは一別もせずゴミ箱にツッケンドンに突っ込んでいたのです。それにカーブが来たら車両を傾ける、それ以上のことはしてなかったのもあります。だから急カーブの連続には弱く、たびたび振り子を振るのが遅れたのでした。こんな具合で細かい揺れや振り遅れが積み重なり、桜島の噴火ばりに高頻度な嘔吐にも耐える羽目に。そこで思いついた打開策が、路線データを学習し、あらかじめ振り子の傾け方を計算するってもの。より詳しく言うと、線路上にある ATS 地上紙なるやつを検知したとき、あとどのくらいでカーブが来るかを計算し、ある程度カーブの手前まで来たら振り子が制御される仕組み。これを採用したのが2000系ってやつで、鉄道総合技術研究所とタッグを組み、高松、岡山から高知を30分以上短縮線と作り上げた、まさに心血注いだ主力の傑作です。今はもう同区間から追い出されて、愛媛と高知の隅っこであぶれ物扱いされてるけど、とにかくその本気度は、世界をあまねく見渡しても、振り子が乗った機動車などほぼなかったことに加え、2000系の名の由来が、西暦2000年に託した夢、ってところから、十分伺えると思います。ところが実際の2000年以降ときたら、夢見がちどころの騒ぎじゃないくらい暗淡たる情勢。取らぬ狸の川残業を経て、夢だのなんだのほざきやがって。これだから、楽観的な意味合いで使われる、夢って単語は嫌いなんですよ。まあともかく、そうして生を受けたキラキラネームの2000系は、少なくとも、ノーベンでテストに挑むかのごとき 3-1 系よりかは、見違えるように快適になったとさ。とさだけに、って言ってたら影の駅を出て、土佐久駅に接近。この2駅間には25個、計7キロのトンネルが、群れをなしており、どう見ても難工事だったことが、伺えます。っていうか、伺える、だけで資料がなく、難航したか否かは、用として知れません。一応、崩壊した土砂を除去とか、資材難を克服とかの記述は発見しましたが、真相は、もやの中に包まれていた方が、ロマンティックで美しいって魂胆なのでしょうか。だからといって、大ボケ小ボケ以上の謎を、土佐線に増やさないでくれ。そこのお前、土佐れだけにくれってか、とか言わない。で、この土佐れ周辺は、400年の歴史を持つ、カツオの一本釣りで知られています。プランテーションに脳を支配された現代人は、カツオに対して個別指導塾みたいなことすんなと思われるかもしれません。ところが一本釣りは身の損傷が最低限に抑えられ、品質で言ったら右に出る者はおらず、捕獲されたカツオたちが網の中で互いを傷つけ合う巻き網漁法などとは、まるで比にならない美味しさを誇ります。それが一本釣りの流儀ってもん。ただし一本ずつ釣り上げるので、漁獲量はわずか。少数精鋭という言葉が示す通り、エリートの数は必然的に少なくなるものです。と考えると、偏差値教育やら学歴社会やらの魔の手は、ついにカツオにまで及んだことになります。一本釣り以外の方法で取られたカツオは、悲しきかな、下げすみを受けていくのでしょう。でもよく考えたら、評価の物差しを勝手に使ってるのは我々人類だよね。プロタコラスも、人間は万物の尺度である、って言ってたくらいだし。だったら、カツオがカツオを下げすむんじゃなくて、我々人類がカツオを下げすむことになるよね。ってことはお前も共犯者だぞ。謝れ、地べたに頭を埋める勢いで謝れ。すんませんでした。須崎に到着。ここまでの普通列車の本数は5往復と、秘境も甚だしいほどの難所で、須崎で発見された日本カワウソを模した、あの新庄くんのクリクリマナコが煽りにすら見えるほどの修練場でしたが、須崎からは毎時一本と割合良心的な交通の要衝として申し分ない雰囲気を醸します。その交通の要衝たる雰囲気は、現代のみならず、不設時においても、手のも土佐線はバカ長ゆえに、地形も土地狂ったようなところばっかりなので、計画が起こる時期も完成する時期も、それぞれ少しずつ違います。そのうち、琴平井南に関しては、高知線と称される、須崎から土佐山田の敷設が一番乗りでした。で、須崎駅周辺の工事に関しては、まず海を埋め立てるところから開始。須崎駅は、海を埋めたものの上にあります。天は人の上に人を作らず、しかれど人は海の上に駅を作れり。
ついでにこの須崎付近が天然の良港ってのもあってか、レールや機関車、客車とあらゆる物資が神戸港からはるばるこの須崎港にたどり着いていき、他でもない須崎を拠点に線路が東へ伸びていったといいます。そうした華麗なる八面六臂の活躍を須崎がとことんまで見せていく。その一方で須崎から高知の区間では西部劇にでも描かれそうなほど熾烈な線路誘致の攻防が繰り広げられていました。現行ルートでは須崎を出た列車は北に一旦それる形をとっていますが、測量値はもっと海沿いに須崎から土佐市まで直線ルートで結ぶ案との対立が見られたとか。ちなみに敷設だけが決まった最初期ともなると片手じゃ数えられぬほど大量のルート案があった模様。勘弁してくれよ、もっと仲良しこよしでいろ。で、結局残った2ルートは町長の状況や同盟会の運動などで膠着したのですが、文化人類学がフィールドワークを重んじるように鉄道敷設も現地調査が第一じゃろと踏んで、高知平野の西部を踏み荒らしに進軍し実測を重ねた結果、公費は佐川経由の方が高いし距離も3キロ以上長いけど、キロあたりの公費は安いし、何より採算で言ったら北回りの方が取れる。それに対して南回りは短いだけで大損じゃねえか、何利益誘導してんじゃボケという態度を取り、結果北回りのルートに決まったのでした。これも緻密で大胆な雄弁の賜物。ところで北回りの途中、麻生から鳥羽野に立ちはだかる鳥羽野トンネルは工事開始後出落ちのように、第一次世界大戦で工賃がえげつなく上昇したばかりか、掘り進めるにつれ湧き水が出まくり土圧も上昇し、竣工寸前で埋没事故を引き起こす問題児だったよう。結果4年でできるはずのトンネルに6年近くかかってしまいました。そう考えると機弁を浪するだけ浪して厄介な工事に回れ関節の態度を取った北回り支持者の立ち回りが狡猾を通り越して高知なものとすら思えます。とにかく佐川に鉄道が通ってよかったねって言いたいところですが、佐川の住民は地鉄を洗うことに飢え切っているのか、駅の位置問題でも大幅に揉めました。ってのも佐川駅周辺の線路はこんな風に模範的な S 字を描いています。ですが別にの高知を目指すだけなら佐川手前で東に折れた方が平坦で効率的、波に揺られる昆布のように曲がりくねったキモい経路を取る必要はないはずですが、これは鉄道省と地元の権力者の意見がそれぞれ明確に食い違ったせいでできたと見られてます。ってのも鉄道省や佐川町としては地域振興やスペース確保のため西佐川に駅を作りたかった、あと西佐川から北西に伸びる路線を作りたかったっていう意向もあったようです。ところが反省次第に栄えていたのは佐川駅周辺の方、その地域が廃藩置県などで勢力を落とすのは昔を知る人としては辛かったのです。だからそういう解雇中が西佐川に駅を作るやつは一部の利害しか見てないだのと、一体どの口で言ってんのかもわかんない華麗なブーメランを飛ばして猛反発したのでした。しかし老害ってのは声だけは一丁前にクソでかいもので、結果として鉄道省は毛をされて今の佐川駅ができたとか言います。2面3線を持て余す西佐川駅に防線駅だったはずの特急停車駅佐川駅を見ていくと、なかなか根深いしがらみをいびつなパワーバランスから感じる次第です。ただ一つ言えるのは古今東西声のでかいやつが勝ち逃げするってことでしょうか。小学生の間でひろゆきが流行してしまったのも多分そういうことなんじゃないの。狼絡は強みにして弱みなので、ペンは剣よりも強しなんてのは幻想だよ。そんなど三線ですが、須崎から草加が開通したのは1924年。この頃まで四国南部に国鉄なんてものは存在しなかったので、それはそれは大にぎわい。開業当初の本数は定期5往復、臨時2往復の計7往復と、まあ黎明期ならそんなもんかって程度でしたが、車両は生意気にも9両編成という、ムカデも驚愕の地方とは思えない長大編成。それでも積み残しが発生するという、すし詰めの極地にあったとか言います。鉄道のために埋め立てられた須崎の地面から、汽車に乗る人の表情たるや、甲骨この上なかったことでしょう。旗から見たら、ギチギチの箱に詰められて、内道芸のごときポーツを取る人間が、揃いも揃って鼻息荒くするという、ド M 詰め合わせセットとでも言うべき事態だったでしょうが、しかし土産線の計画は、実は一回失敗に終わっていることを考えると、土産線を崇め祭る姿勢も、なんとなくわかろうというものです。で、土産線のことの発端は、1892年の鉄道敷設法。四国西区路線として琴平、高知、須崎を結ぶ路線を考えたのです。ただ予算線の場合でさえブチ切れて四国鉄道が立ち上がったくらいです。かの坂本龍馬を輩出した高知の民が待てと言われて待てるわけないだろ。ってわけで土佐の夜明けせよと言わんばかりに土産線を作るべく起こったのが土佐鉄道でした。ルートとしてはまず赤岡から北西に伸び、土佐山田、御免、高知を丹念にトレースし、美濃からは佐川を通らず南西に折れて須崎まで向かう約65キロが計画されました。もっとも終始を突き詰めていった結果、そんなホラを吹いている暇もないと判断し、まずは高知から井の出勘弁してやるよというおぞましき薄のろ精神を見せるにとどまったようですが、しかしこの計画が波に乗って発起人が増えるとみんながこぞって図に乗るもので、日清戦争で認可に時間がかかるうちにやっぱ井のから須崎も敷きましょうよって声が上がり、ほどなくして経済界からもおい高知から赤岡も敷きなさいという典型が降りてきて、結果として兄はからんや切り崩した計画が元通りになってしまいました。ま、技師が再測量した結果、さすがに赤岡まで伸ばすのはバカだと。
堀江貴文並のアジテーターっぷりを見せて経済界を一周し、東の起点は土佐山田に、かくして須崎、高知、土佐山田を結ぶ路線計画に目を通した政府は、その心意気は認めるけど条件がある。鉄道敷設法の予定線の一部になることと、延伸するなら徳島鉄道と合併すること、そんな2つの条件を言い聞かせた上で土佐鉄道に免許を与えたのでした。しかし船頭を多くして船氷山で撃沈する。経済界の不況で資金繰りも会社の羅針盤も何もかもぶっ壊れ、道東と流れるあの仁淀川のように計画をさらりと水に流すほかなくなりました。余談ですが、この仁淀川は愛媛県の石鎚山を水源とする川です。西日本最高峰と言われる石鎚山は、1日目に乗った特急石鎚の名の由来にもなっています。これ1日目に言えよって話だよね。そうだよね。うるさい。過去ばかり嘆くアンポンタンの皆様のことは置いといて、先ほど渡った仁淀川、降り続く雨で濁っててよく分かんなかったけど、本来なら仁淀ブルーと称される見事な水質を誇り、その澄み切った水を用いた土佐和紙の生産がこの伊野町では盛んに行われています。その奮闘っぷりに刺激されてか、土佐線はここからますます本数が増え、さらに土佐電と称される路面電車とデッドヒートを繰り広げ、けほども予断を許さぬ並走区間に御免駅周辺まで飛び込むことになります。と言いたいところですが、伊野駅周辺の路面電車は42分に1本にまで減らされており、高知都市圏に隷属している区間とは思えないほど牧歌的なので、まだまだ幾分平和な雰囲気が続きそうです。と言ってる間に朝倉に到着。ここから高知市に潜り込みます。本来ならここで乗り換えるのが災害臭を伝う上での金華玉城なんですが、路面電車の感覚は依然としてレトルトカレーの具材くらい心もとないので、今回もパス。一つ先の朝倉停留所まで歩けば本数が増えるのですが、私にそこまでの胆力はございません。ここを逃したら災害臭を伝う夢も何もかも歌方のごとく消えて、私は漏れなく資金野郎の烙印を押されるのでしょうが、どうぞどうぞお構いなく。ここで乗り換えて計画倒れするくらいなら自分の心に嘘をつくことも厭いません。ゴルゴタの丘も今のうちに喜んで登るし、十字架に立って喜んでかけられてみせます。ああ、朝日で降りてしまいました。今になって悔やみも、薬本に帰らず、もしこの旅を終えても、かつて過ぎた原爆がブルヘッデンドを訳せた時のような、一瞬にしてもやが晴れるような感覚は、もう味わえないのでしょうか。もはや嘆いている、今もないです。乗り換えをば積み立てしまいましょう。しかし、JR の朝日駅から路面電車の朝日駅前通りまで、わざわざ5分歩くんだったら、これ別に、朝倉駅から長いこと歩いたって、よかったんじゃないの？大変です。乗り場はどこだとぐるぐる迷っていたら、御免方面の電車をナチュラルに1本伸ばしました。しかしご安心を、後続の御免方面のやつでも間に合います。それで間に合うならなおのこと、朝倉で乗り換えるべきだったと。いつまでも悲観主義に幽閉されていてはならぬのだよ。むしろこれを朝倉駅でやらなかった自分に花丸をあげるべき。そんな感じで自己肯定感を上げたところで一気に落としましょう。ごめんごめん。土佐電交通を東西に走るこいつは、謝礼そろそろ75年のベテラン形式ですが、引退する様子をみじんたりとも見せず、生意気にも最前線で活躍しております。そんなこんなで朝日駅前通りを出発。これ余談なんだけど、停留所で電車を待ってたら、同じく列車を待ってた関西弁の兄ちゃんたちが、線路上にある泥の水たまりを見て、誰だよここにアイスティーこぼしたやつって言ってました。エセかどうかは知りませんが、高知にも関西弁が波及していたことにまず驚いたし、それ以上にレベル0のジャブ程度のジョークを生で聞けたことに、一周回って面白さすら覚えました。関西弁話者は面白いことしか言わないと大思いの初見は、一遍高知県に進軍してみるがよい。そういえば土佐線パートで須崎から草加が1924年に開通したって言いましたが、土佐電はそれに輪をかけて古く1904年に開通を見たと思います。路面電車の歴史としては一番乗りだった京都電気鉄道のものから数えるとせいぜい10番目に過ぎませんが、先輩の路面電車は自動車にガン飛ばされてあちこちに屍を積み上げていったわけで、結果として土佐電は日本最古の路面電車ということになりましたと漫才参照にありつけたらよかったのですが、現実はそう甘くもありません。てのも先ほど伊野駅周辺で路面電車が42分間隔でヤバいってお話ししたと思いますが、朝倉から伊野は2021年のコロナ禍で減便したのがまだ戻せてないのが現状です。っていうか戻せない状況です。なぜなら人手不足が全体的に厳しくて、今年の8月にも運転士が足りなくて運行本数が1割近く減ったばかりなのです。全国各地、なんならお近くの大所帯たる JR 四国も同じ問題に直面してますが、果たして今後の四国はどうなるのでしょう。って言ってる間に御免町駅に到着。折り返し列車の行き先は伊野一番に伊野に。土佐電だけやたら飛ばし気味な解説だったのはたまたま退勤時間帯とかぶったからです。あと退学時間帯。なお御免町駅はローソンに改修されていますが、これはローソンの戦略って感じが強いです。
ってのも、2010年代の四国のコンビニ競争は熱く、サークル系を吸収したファミマが攻め込んできたり、セブンイレブンが JR 四国と手を組んで駅の売店を征服したりと、まさしくデッドヒートでした。一方でローソンはこの御免町駅併設の店舗を有していました。ただ、この併設という個性をかなぐり捨てて、無味無臭の殺風景でいられようかってことで、2017年頃から店構えを電車っぽくして、土佐電交通のグッズも売るようになったそうです。店構えは、特に外壁が電車っぽいんですけど、窓とかの塗装が施された部分は、制御盤か何かで無慈悲にも覆い隠されており、なんかこう、デコは経営目線で見たら、かったるいだけの足かせなのかなっていう、資本主義のリズムとか効率性とか残酷さとかが、波のように押し寄せてきた気持ちになりました。さて、御免町駅では、土佐黒潮鉄道の御免那覇利線に乗り換え可能。ここが、最後の乗り換え地点となります。長かったねえ。長かったねえ。3時間の動画に引き伸ばす内容じゃねえだろバカ。ところで、御免那覇利線の起点は御免駅。で、その次の駅が、この御免町駅。さすがに紛らわしいっていうか、御免があったら、ありがとうも欲しいって意味で、ありがとう駅なる愛称が塗布されているとのこと。確かにどっちも共鳴しており、どっちも似た性質を持ってるものですね。ごめんも、ありがとうも、重要とみなされて、散々こすられたせいで、その価値がどんどん落ちているって点で、感謝してもしきれないとか、大変申し訳ございません、とかいう表現ですらぬるくなっているくらいですし、かつて敬語だった、のたまうや、貴様が、皮肉や侮蔑を含んだ表現になったように、ごめんも、ありがとうも、いつかは屈辱のオンパレードたる駅名になるのかもしれません。ちなみに、ごめんの地名の由来は、江戸初期に、商人の税を免除したり、土地を与えたりという、諸役御免と称されたものに、端を発していると言います。それからわかる通り、御免の地名ってのは、謝罪とは1ミリたりともかすってないどころか、むしろ、独断専行の商業政策で、この街を牛耳ってウハウハしようという、表層からじゃ決して見えない、腹黒いありがとうが根底に渦巻いている気すらするのですが、もし仮に、愛称をつけた柳瀬隆氏が、そこまで読んだ上で、ありがとうと名付けたなら、やはり軽眼この上ないと言いますか、伊達に国民的ヒーローを作ってないだけのことはあります。でもそれが正しいと、もう正義もへったくれもねえな。いや、ある意味理にかなってるか。正義って、心情のもとに人を刺す、毒針みてえなもんだし。さて、筋骨隆々な効果を滑るようにやってきたのは、華奢な一両編成の機動車。御免から那覇利まで、全線走破に挑むこいつは、土佐黒潮鉄道の9640型と言います。数字が嘘みたいに切り悪いですが、その理由はお察しください。しかし、理にかなったキモさを標榜する名前に反して、そのスペックは、そこそこお墨付き。この小柄な体には、450PS の強力なエンジンが備わっています。参考までに、愛とかほざいてる路線で乗り潰したこいつの馬力は、せいぜい 250PS ポッチです。そう考えると、土佐黒潮鉄道の車両の豪邸っぷりは、とことん図抜けています。なんならトイレもしっかり備わっているので、もはやキハ32なんて比にならない。同じくトイレがなかったと言われる、ベルサイユ宮殿をも凌駕するほどの格式高さです。なのでこの車両は事実上世界文化遺産です。ところでこいつは、21世紀の開業時から、御免那覇利線を支えてきた車両。つまりこの区間は、21世紀に開業したばかり、ってのはほぼ正解なんだけど少し不正解。御免から途中の秋までの区間には、土佐電気鉄道の秋線なる先駆者がいました。ってわけでその路線の早々期から、順を追って語ることにしましょう。土佐電気鉄道秋線は、もともとは高知鉄道という会社が掌握していました。その発起人の動機は、シンプルっていうか突飛。発起人が、旅館に滑り込んだところ、隣の部屋で、東土佐の交通開発の話が行われていたのです。で、その話を襖越しに盗み聞きしたところから、インスピレーションを受けたと言います。スタートダッシュのやり方があまりにあっけないです。なんていうか、ご利益がありそうな壺とか買ってそう。ただ、計画が本格的に前進したのは、第一次世界大戦が終わった直後の公共でのこと。銭がなきゃ何もできんってことで、1919年に得てきた、御免から秋の免許を成就させるべく、1920年には、創立総会を開いて、資本金までこさえて、一気に前進しました。ところが、何回もこの旅で見てきたように、公共の後は必ず不況が押し寄せてくるもの。だから、この秋までの路線計画も、一睡の夢に終わるかと思われた、ところですが、そこはパワーで押し切る気で、県の政治を担う、政友会のトップを社長に招き入れたのでした。でも、それで副社長に引きずり下ろされた元社長は、大変ご立腹だったようで、再び社長の地位に返り咲くことを狙って、株主と共に社長ぶっ潰し計画を立てていた模様。なお新社長は、その転覆の匂いを嗅ぎつけるが早いか、早々に会社を見限って役員を抜けたようです。とにかく、元社長は発起人ながら、トップに立っちゃいけないタイプの人間だったのですが、所詮役員の目は全員節穴だったのか、同じ穴の虫が戯れるだけの会社に過ぎなかったのか、途中、取締役が2回総入れ替えになったのですが、その2回とも、元社長が当選する始末。かくして、七肉林のごとき栄華を極め、左内輪に浮かれる高知鉄道のトップに、おいそれと資金を提供できるかと、株主が、たびたびボイコットを起こすようになりました。しかもそれが、資材の搬入を済ませようとするタイミングでのこと。だから、芳醇な高知資材をはるばる
ル運んできたはいいけど、株主がシカトするせいで決済ができない。だから資材は風雨にさらされるわ、支払い遅延の申請はなす羽目になるわで、幸先悪いどころの騒ぎじゃない、惨憺たるありさまになりました。遠巻きに眺める分にはイソップ童話のような笑い話ですが、高知鉄道としては心の奥にメラメラとくすぶる土佐100年の体系を争う一大事。この際先に開通させてから支払いを済ませるしかないと見て、とりあえず借金を抱えた状態で工事を始めることになったといいます。そのついでに元社長をうやうやしく葬り去ったところで、1924年御免町から出井、今でいう安駅のあたりまでを開通。この時御免駅は開業してなかったんで、実は御免町駅の方が先輩格に当たります。ただ御免町駅の恩は山よりも高く海よりも深し、土産線との同時開業に向けて御免から御免町の工事もちゃっちゃと進め、1925年土産線の土佐山田から工事が開通したタイミングに合わせて御免から御免町も一緒に開業させたそうな。一緒にゴールしようねって口約束で、本当に一緒にゴールすることなんてあるんだ。それ以降政府の補助や利子補給を経て、1930年には秋まで見事に開通。高知駅までの直通にも手を染めながら土佐湾東部を侵犯していったのでした。ここまで語ったところで列車は赤岡駅に接近。この辺りでは泥目、イワシの稚魚がよく取れるので、それを味わったり大量の地酒を煽ったりする泥目祭りが毎年春に開催されています。なお男性はその飲み干しイベントに参加する場合、 1.8 リットルに相当する一升を一気飲みするとのことで、厚生労働省から確実にお達しが来るであろう案件なんですが、現状は見逃されてるのか視界に入ってないのか、今年もしぶとく開催されたらしいです。しっかし飲めるって羨ましい。私酒の味も雰囲気も苦手なんすよ。飲むべきだとはよく言われますけどね。だって今年で21、よく考えたら私18歳って設定なので、飲めなくても仕方ない年齢でした。画面の前の上ばみの皆様はどうぞいっぱい飲んで、いっぱい酒税を納めてください。さて安を出発、もう高知鉄道とはあんまり関係のない区間に入ってます。もうちょっと厳密に言うと、高知鉄道の意向を使い回さなかった区間に入ってます。ってのも、昭和中期を迎えた国鉄は徳島、高知の海沿いを伝う路線を計画したのです。その区間は御免から抜き、そして名称は朝線。この旅の最序盤で聞いた気がする駅名と路線名ですね。でその朝線は1957年に調査線、その2年後に工事線になり、その15年後くらいに鉄道公団による工事の計画にゴーサインが飛んだといいます。そういう経緯で高知の住民は施設の決定に近畿着役したのですが、土佐電気鉄道元高知鉄道はちょっと頭を悩ませていました。ってのも1960年代後半にもなると、秋線からは貨物輸送などどうに消えており、しかも車もエンジンを吹かしてぶっ飛ばす鉄道にとって窮地に立たされるような時代。他でもない旅客数だって破れた気球のように順調な下落をたどり、ほとんど風船の灯火でした。そんな窮地で国鉄がこぼした朝線を敷きたいって言葉はひどく土佐電気鉄道に刺さり、線路跡を売れば国鉄が朝線に使うだろうし、土佐電気鉄道は売った金で生き延びることができる、いわば金と暴力とセックスの三重奏。土佐電気鉄道はついにそれに手を染めて、1974年に国鉄に用地を明け渡し、鉄道公団はそれを再利用する形で工事を進めました。とか言いながら、実際には途中の鏡駅までしか用地を転用しておらず、鏡駅以東、例えばこの辺なんかは普通に一から敷いたらしいよ。SDGs の理念に反するだろうかとか言われかねないやり口だけど、昭和初期の山を回り込んだり海岸際際だったりとかいう危なっかしいルートを、技術が進歩しまくった昭和時代の後半に全てを丸ごと転用できるわけないだろ。もらったもん全てを女の何だの言って回収する姿勢はかえって陰陰無礼なるものかな。そうして土佐電気鉄道の問題を解決した国鉄ですが、今度は国鉄側に問題が出てきます。この時期の国鉄のトラブルといったら、そりゃもう国鉄再建法ですね。なので建設に精を出してた朝線の工事は1980年ですっかり止まってしまいました。精をゆるっと出せずに寸止めとなり、これでは朝立ち線さながらの前二止まり。そういうわけで早く工事進めろと高知県民が騒ぐのは序の口。すでに20キロ近い路盤工事が完成しており、高架橋だって結構完成していたこともあって、こういう高架橋を指してバベルの塔とか万里の長城とあざける事態も発生したそうな。一度鉄路廃止の煽りを受けた区間とはいえ、あまりにも性格が悪いです。起点がごめんなのは順当だろ、乗って謝れ、謝りながら乗れ。とにかく高知県や沿線自治体は困って、委員会や規制会をとりあえず立てていたところ、いっそ第三セクターで立てたらよくね、提案が浮上してきたのです。それで起こったのが土佐黒潮鉄道。こいつを糧に朝線を敷くことを決めました。ついでに赤字路線の国鉄中村線を受け持つことも決めたし、中村線のさらに先にある宿毛線という朝線と同じく溶接した路線を完成させる、そんなことも一気に決めました。かくして赤字線一つ、工事が止まった路線二つを抱える羽目になった土佐黒潮鉄道。まずは工事が止まった路線を完成させるのが第一でしたが、八代兵衛のように均一なバランスで敷設を進めるのは正直かなり難しいもの。そこでまず中村線と地続きになっている宿毛線の敷設を先に片付けようとなったのです。もちろん朝線界隈は頭に血が上りました。
高知市を挟んで反対側のあいつらの肩を持つのかと、そういうわけで猛反発した結果、一応予算はつくことになったわけです。ところが下切り進めの童話のように他人の成果物に駆られて欲張ったバチがここに来てたたってきたか。本来なら高知の東岸の先っぽ室戸まで伸ばそうぜって姿勢だったのですが、いや、よく考えたら室戸までいらねえやってことで終点は那覇に短縮されました。宿毛線の建設が幼稚園のお遊戯会くらい朗らかに進んでいるのに対し、朝線の雲行きたるや3年目に突入した社会人の表情くらい暗淡たる様相です。って言ってる間に球場前駅を出て秋総合病院前駅に接近。球場前から秋の 1.5 キロしかない駅間に堂々と割り込んできた2021年生の新駅です。もちろん狙いは病院に通う人だし、土佐黒潮鉄道の収益を上げる意図もあります。ただ新駅を作るにあたって一つ問題が発生しました。それは駅のキャラクターがいないっていうこと。一見アホみたいな理由付けですが、土佐黒潮鉄道の当路線には柳瀬隆氏が描いたキャラが全駅に割り当てられてて、毎駅ごとにしつこくアナウンスがされています。例として秋駅接近時の放送を聞いてみましょう。童心を忘れて心が汚れた我々からしてみれば、何が秋歌子ちゃんじゃボケと遊び心を一生に付す気にもなりますが、柳瀬氏はこの全駅キャラ作成を20駅全てに対し自ら進んで行ったというので、頭が上がらないというか、上げたら炎上しそうな気すらするほどの異業です。アッタマーを下げればブーツかありません。しかし秋総合病院前駅を作る時にはもう柳瀬氏はこの世にいませんでした。だったらキャラはどう作るんですか。柳瀬氏のために一旦地獄を訪れてアイデアを聞きに行くのも無理な話です。そこで手を挙げたのが柳瀬氏の衣装を組んだ柳瀬スタジオ。結果秋総合病院前駅のキャラはその団体が手掛けて秋ナースちゃんになったとさ。なんか嫁に食わせたらダメと言われてそうなネーミングのキャラです。ってわけでアンパンマンっぽい雰囲気のキャラはその新駅も含めたら実に21体に。アンパンマンこ何要素多くて許されるんですかね。とか言ったところで秋駅を出発、飛ばしていきましょう。さて1990年手前に免許を取得したものの、宿毛線と違って工事はなかなか進まず、せいぜい測量や調査が関の山という牛歩の進捗に甘んじていた朝線。もはや朝線の早期開業などこの背もたれくらい高い高い高望みかと思われていましたが、1995年頃になると工期の遅れを取り戻すかのように一気に工事がハイペースで進むようになりました。理由の一つはよさこい高知国体、国民体育大会が高知県で開かれることが決まったのですが、その開催年は2002年。別に沿線が開催地ってわけじゃないのですが、尻に火をつけるための着火剤としては十分。それに宿毛線の建設もすでに終わってたので朝線に取り掛からない理由はありません。ってわけでフルスロットルで工事を始めた結果、2002年の7月に全てが完成。よさこい高知国体の2ヶ月前に竣工というバレーボールのスライディングにも被験する見事な滑り込みっぷりでした。ところでこの朝線は鉄道公団に言わせてみれば AB 線って立ち位置でした。 AB 線ってのは地方開発線、地方幹線って意味。言い換えれば儲かるはずがない路線です。その誰も敷こうとしないばかりか、むしろ廃線待ったなしレベルの場所を走る AB 線のうち、朝線は最後に開業した路線ということで、今でも最後のローカル線として珍重されており、この背もたれくらい高まった期待を背負って高知の南東部をひたむきに走っています。言うて背もたれ、そんな蒸し返すほど高いか。てちゃちゃを入れたくなる方もいるかもですが、これね、想像の2倍くらい高くてね、前の人の頭どころか車内も見渡せません。転換クロスシートにしてはいささかキテレツですが、そんな座席をぐするのもごめん、那覇線の魅力。みんなも四国を訪れたらぜひ乗りに行きましょう。土佐黒潮鉄道、やぶん間違えた、土佐黒潮鉄道。これ余談なんですけど、最後のローカル線って響きかなりチクチク言葉感がすごい。物心ついた幼児を心象膨大にもてなすような下びた雰囲気がある。でもそういうところから言葉狩りが生まれそうな気がするので、この話はここらで留めておきます。四国一面積が小さいのをいいことに、高知市に次ぐ人口密度の高さを誇る蛍光牛号を地で行く田野町の駅田野を出れば次が終点の那覇里。さて戦術した通り、この路線は元来室戸方面を目指すものでした。だから那覇里駅は中間駅に過ぎないとして市街地を迂回するつもりでいたのです。その方が延伸時の用地買収が楽だろうし。ところが那覇里町民としてはそんなナメプを看過するわけにはいかない。ましてや計画変更で終着駅になったのに偏僻な場所に駅を置くなんてみみっちいことが言えようか。ってことで鉄道公団や県に中心部に駅を置けと強く要望したのですが、のれんに腕押し。98年にもなって5年経って間に合わんし、土台お前のそれは青函駅だろと反論が飛んできたのです。でも幾度も調査を続けた那覇里町としては青函駅扱いに対してひどく激怒したのです。広い意味で見たら青函駅ではあると思うんだが、とにかくキーボードクラッシャーばりの切れ散らかし方を見せた那覇里町は委員会を設立。近くの国道493号に高規格道路ができるとか、港湾近くに駅を置くのもありとか考慮した結果、今みたいに中心部から外れない程度の位置関係になったとか言います。終着駅に着く寸前にもなってそんな紛糾っぷりをほのめかされては、
フラッとやってきた旅人としちゃしたたか胸クソの悪い余韻の残り方にはなりますが、これも最後のローカル線が残した最後の文句だと考えると深い味わいです。それにしてはだいぶ雑味と苦味が強い気がしますが、ってわけで終点の那覇駅に到着。ナンバリングはごめん那覇の GN です。那覇駅に代表されるようなごねの GN ではない。ところでここまで私は散々この路線を正式名称の朝線と呼んできましたが、そんな堅苦しい上に淡要素がない誰も面白くないタイプのタイトル詐欺の名で呼んでいる人は全くおらず、基本はごめん那覇線かさらに縮めてごね線の愛称で呼ばれています。確かにひらがな6文字はだるいですが、そこまで否定したら朝線と呼ぶ方がむしろいいのでは。さて仲睦まじく群れ合う四国4県ですが、その実は4県とも性格が違うようです。一番わかりやすい例え話として、もし大金を手に入れたらどうするかって話、徳島はその大金を元手に投資をするようです。対岸が大阪だからですね。一方香川は堅実に貯金をするようです。そんで愛媛は買い物、特に着物に使います。この旅では触れなかったけど伊予かすりは有名で、高知はひたすらに飲みます。赤岡の泥目祭りはさっき語りましたね。四国山地が4県を隔てたことで研ぎ澄まされた鋭い個性と言ってはなんですが、もし誕生月が訪れたら、むしろ誕生月じゃなくてもぜひその個性を味わいに瀬戸大橋線を渡って四国をぐるぐる駆け回ってみてはいかがでしょうか。私はこれから20時発の最終列車でとっとと西に戻ろうと意気込んでたのですが、今時刻表を見返したらこの後にも高知行きが1本ありました。私は何のために朝倉から朝日で悶々として何のために十字架を背負ったのでしょうか。わからないまま終わる、そんなのは嫌なので高知のビジホに走って頭を冷やすことにします。こんな動画なんかとっとと終わっちまえ。お疲れ様でした。